TBS ラジオ伊集院光とラジオと4月1日水曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。と元気にやったところで、はい、ちょっとね、大変なことになってましてね。そうですね。工藤官九郎くん、はい、官九郎さんが陽性ということで、はい、でやっぱりこう会ったことある人、身近な人がなったってなるとね、やっぱ心配だし、そうですね、それと同時に、なんていうのかな、これだけの数の人が陽性になったり、中にはね、発病してる状態の人もいるわけじゃないですか。でまた工藤官くんはよくラジオを聞いてくださってたんで、ラジオをお聞きの方の中にも、もしかしたら陽性の方がいたりとか、まあご家族が今陽性でって方もいるのかな、みたいな恥ずかしい話、ちょっと初めて意識したかな。だからなんかコメントとか出てますけどね、陽性になった方が、加害者意識みたいなものを持たなくていいと思いますよ。なんかそれはそれで、わからないんだ。俺らわからなくて。で、誰も責めないし、責めたところで、もし自分たちが明日陽性だったら、もう本当にわからないようになってるので、もう早く治そうとか、ね、ゆっくりしようとか、まあそういうモードで、で、まあ我々はなるべく面白いのやるっていうのしか、まあ、はい、やれることはないんでね、でも TBS もいろいろ対策してて、実はね、こうやって喋ってるけども、僕と安田美香の間に、アクリルのボードが実はあんだよね。これは今日からですね。今日からだよね。ちょっとふざけるよ。ここから。はい。ドラマのさ、刑務所の面会の感じになんない、なんか。あ、ほんとですね。なんかわかんないけど、こうやっているとさ、絶対俺やった方の感じだよね、はいはい、なんか、ね。ですね、ですね。で、久々会いに来たっていう。はいはい、はい。で、おそらく、離婚を切り出す感じだよな、安田の方からね。その感じ、ねえ。そうですね、ほんとだ。で、あと、また真面目な方に入れていい？はい。ね。スタジオが当然ね、きちんと消毒完了ってなるまでは使えないスタジオができるわけです。はい。ね。で、まあまあ、厳密なこと言うとちょっと難しいらしいんですけども、どこから、発症してるとして、で、その、どこから会った人がどうみたいのは実は相当難しいらしいんですけども、一応 TBS としては、その、使ってた、工藤官さんの番組で使ってたスタジオを、完全に消毒が済むまでは使わないようにしようっていうことで、実はね、スタジオの入れ替わりがバタバタするんだよ。1個スタジオ減るだけで。はい。でもちょっと考えると、今後、もう、勢いが止まらなければ、僕らだってなるかもしれないじゃん。そうですよね。で、そうなった時に、またもう一つスタジオ使えませんってなると、これでいよいよ、レギュラーの生放送を全部きちんとやるっていうことが、難しくなってきたりとか。そうですね。そうなんだよね。うん、おそらく、これもさ、うちの神さんに言われたんだけどさ、はい、やっぱり心のどこかで自分はすでに、菌を持ってるかもしれない、ウイルスを持ってるかもしれないっていうギアを持っておくと、おのずから家を出ないとか、無駄に家を出ないとか、すごくきちんとその手洗いをしようとか、マスクをしようってことになんじゃないのなんて言われて思ったんだけど、うんうんうん、自分がもしなってたら、多分この帯番組でずっと喋ってるので、かなりのスタッフと接触してることになるんだよね。うんうん、で、そうするとこのスタッフが、一旦待機っていうことになって、ちゃうと検査だ待機だってことになっちゃうと、多分番組はほぼほぼ成り立たない感じにはなっちゃうね、なんていうのをね思いながらゾッとしたりしてますけどもね。
またふざけていいですか、はい、行ったり来たりなんですよ。振り幅がこの振り幅がでかいんですよ。振り幅がでかいんですよ。振り幅がでかいんですよ。うちの動物の森の島にですね、はいはい、桜が咲きました。あら、はい、もう4月ですもん ね今日から ね、はい、なんかねラジオ聞いてる人の中にもうちの子供がやってますとか私がやってますみたいな人いるの、動物の森、はい、まあ自分の無人島で暮らすっていうゲームなんですけども、なんかネットを通じて無人島にお友達を呼べるわけ。はいはい。他の、プレイヤーを、うんうん。ラジオを通じてそれで交流しようかなと思って。うちに遊びに来ないっていう、ね。なるほど。そんなのも考えながら、はい、だからもうちょっと外には出れないなら出れないなりの面白いことをいろいろ考えて、うん、なんか番組はやっていこうと思っております。はい。さあ、本じゃ、メッセージテーマお願いします。はい。今週のメッセージテーマは、マイトイストーリー2。さあ、自分のおもちゃの話なんですけども、はい、安田美香懐かしいおもちゃなんですか。私はチェリングって知ってます？知ってる。チェリング、なんか、はい、チェーリング、チェリング、チェーリ、俺はチェーリングっつったかな。私チェリングだったかな。質問、はい、はい、あれだよね、なんかプラスチックでできたさ、輪っか、単なる輪っかでさ。そうなんです、結構カラフルな色とりどりの、はい、あれって俺ら男子は、特に当時はさ、男子と女子の遊びって全く違ったから、はい、今でこそそこにもあんま壁がなくなってきたけど、男子は、はい、自転車のスポークにあれをやたらつけて、はいはいはい、意味はわかんない。別に速くもならないし、なんかただ単に綺麗っていう、でデコレーションとして、うん、うるせえっていう、本当もね、なります。でもなんか多分、はい、正式には何するもんな、あれは。リングをこう10個ぐらいこうまとめて、それを5個ぐらいこう作るんですよ。塊を5個作るんです。はい。で、それをこう、お手玉みたいにこう投げて遊ぶんですよね。なんか丸くさ、広げてさ、はい。なんか真ん中のを取って上に掘り投げてる間に次のを取って、そうです、そうです、そうです。1個取ったら次3個取ってみたいのを片手でやるみたいな。そうなんですよ。一瞬でパパッとこう。なんかあったね。で、ポンって5つ放り投げて何個手の甲に乗るかとか。手の甲に乗る、あった、ね。そうなんですよ。で、手の甲に乗ったやつをまた放り投げて今度はこう。かいぐりかいぐりとっとのめって言わなかった。言わなかった。言わなかった。あれまた別の遊びか。あれ、かいぐりですか。あれ、これなんか、でもなんか、女の子の遊びの、その手のやつの、フィニッシュの時になんか言わなかった。あ、嘘かも。嘘かも。違うやつかな。これすっごい恥ずかしいね、なんかさ。二人でさ、同じ遊びを共有したと思ったらさ、はい、俺だけ違う道歩いてっちゃった感じの。かいぐりは、はい。うちの周りのおはじきだわ。あ、おはじきもやりましたね。おはじきを、はい、おはじきをさ、テーブルの上にバーって広げるじゃん、はい、でいておはじき同士を当てて、そうそう、爪でポピンと弾いたり、弾いて当てて、はい、でその間指一本通れば成功ってわかる。懐かしい。そういうことだよね。そうでしたね。で、それが要するに指が通らないぐらいくっついちゃったらダメとか、あと、当たって弾いた おはじきが他のおはじきに当たったりとか、そうでした、当たんなかったりがダメ で。なんかカーリングみたいですよね。カーリングとは違う。急に違う道行っちゃう。もう恥ずかしい。で、その、片方を取る。はい。ね、ぶつかって指が通ったら、うん、片方のおはじきを取っていいじゃん。はい。でいて、それがずっと続く限りは俺がずっと取ってって。そうです、そうです。で、失敗しちゃったら相手の番になって。はい、はい。で、そうするとそのやり方だとさ、最後の一個だけおはじき残るじゃん。もうぶつけられない。最後の一個になった時に。どうしてましたっけ？かいぐりかいぐりとっとの目だよ。そこで？目をつぶって、はい。目をつぶって、かいぐり、V サインにして、お前今つぶっちゃったら俺が何やってか分かんねえだろ、そんね。開けときなさい。もうアクリル板をどうしてもバカだな、お前は。ね。開いてます、開いてます。で、その、一個だけ残ったやつを前置いて、はい、目つぶって、V サインで、チョキで、で、かいぐりかいぐりで回す、ぐるぐる回すのに机の上をね。ほうほうほう。で、この V の間を、おはじきが目をつぶったまま通ったら、取れるっていうルールだ。へぇー。あ、全然うちだけかも。知らないです、そのやり方。あ、そう。
ます。で、どういう、かいぐりかいぐりとっとの目がどういう意味なのかも全然、全然わかんない。さあ、いろんなのいただいてますけども、はい。毎日子供と遊ぶ日々。ですよね。埼玉県のラジオネーム、毎日子供と遊ぶ日々さん。お疲れ様です。40歳の女性の方。はい。私の思い出のおもちゃ。うん。小学校の頃、トイザラスの、小学校でもトイザラスあったか？ありましたか。そうですか。ありましたか。トイザラスのクリスマスのおもちゃカタログがポストに入り、そうだよね。ああいうおもちゃのカタログを見てサンタさんに頼むんだもんね。はい、そうだね。はい、うん、で、眺めていたら衝撃のおもちゃが。衝撃、はい。牛のおもちゃで、うん、赤い三角巾をつけた女の子が、そのおもちゃの牛の乳搾りをしている写真。埼玉県の都市部で育って山の牧場に強い憧れがあった私、はい、犬ぐらいの大きさの牛を飼いたいといつも母に訴えていた私もうとんでもベストのものが出たと、はい、で早速サンタさんにお願いしたんだけれども、サンタさんがくれたのは手袋とマフラーだと。でお母さんに欲しかったのに、うん、サンタさんが食えなかったよって言ったらお母さんは、うん、そんなおもちゃあるわけないじゃないって、サンタさんを困らせちゃダメよみたいな感じ。で、それ以来、はい、なんか勘違いだったのかなと。で、なんだかさっぱりわからない、うん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 。で、すっかりおばさんになった私ですが、未だに欲しいのはあの幻の牛、子犬ぐらいの大きさの牛の乳搾りが実際にできるおもちゃ。未だに欲しい。でもこれあったよね。なんか今あったような。あった。あ、そうそう。俺名前もわかる。何ですか何ですか、ミルクモーモーじゃないか。ミルクモーモー、ミルクモーモーって小型犬ぐらいの大きさの牛なんですよ。牛で尻尾がレバーになってて、まず首を倒して水の中入れるのね、首を。水飲んでる状態するわけ。はい。で、尻尾がポンプのレバーになってて、それを何度かコッ、コックン、コックン、モーモーちゃん、お CM だこれ。おー、そうなんですね。すごい。で、それを、それ水を吸い上げるとか、牛が飲むんだ。飲むと、今度、乳のところに多分、白い粉が入ってて、そこで混ざるんだと思うんだけど、で、乳を絞ると、そっから牛乳が出るやつだよ。そうでしたっけ？でもなんか、なんとなく覚えてる。あったよね、なんかね。あった。おねしょする人形とかと一緒に多分、出たような。ああ。するんだよね。ああ、ちょっと、さあ、この手の、なんかわかんないけどっておもちゃを、はい、なんか皆さん知ってるっていう可能性もありますんで、はい、まあまあ、疑問以外でもいいです。こんな思い出ありましたら送ってください。メールの方は ij@tbs.co.jp までです。ファックスの方は 03-5562-0954 まで、また番組のホームページにあります投稿フォームや、メール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマホとからもお待ちしております。はい、おはがき封書、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまでお願いしますメッセージを紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント、さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園発と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい、11時までいろいろやります。お付き合いください。ハロー、チューリー自動車保険、毎年なんとなく更新してるんじゃないですか。その保険料チューリッヒで節約できるかもしれません。自動車保険で節約？はい。チューリッヒにご契約いただいた方のアンケートによると、保険料が平均でおよそ2万4000円節約できました。え ?2 万4000円？例えば、ベンツにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万2740円。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりはもちろん無料。0120-455-572-455-572 まで。夢を形に、総合住宅展示場 TBS ハウジング。家を作るならシステムキッチンにしたいな。僕は落ち着く部屋が欲しいな。でもまずはリビングが大事かな。そうだね。この部屋はあるんだよね。おっと、忘れてた。忘れちゃダメだぞちゃんと頭に入ってるよ。みんなの設計図を持って遊びに来ませんか？ TBS ハウジングがお手伝いします。 TBS ハウジングの詳しい情報はホームページで。ご家族揃ってぜひどうぞ。 TBS ハウジング。
日本講堂がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時44分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本講堂からのお便りです。今日4月1日はエイプリルフール、嘘をついても許される日とされていますが、日常で嘘をつくのは人間だけではありません。例えば犬も過去の経験から得た知識で嘘をつくことがあると言います。例えば具合が悪くて食欲がない時に特別な餌やおやつをもらった経験があると、いつもの餌を出された際わざと食欲がないふりをしたり、怪我をした時に飼い主から特に優しくしてもらった経験があると、本当は元気なのに怪我をしているふりをすることがあるというんです。すごいわかるのは、はい、犬の散歩神さん済まして出かけちゃって、その後俺帰ってくるじゃん、はい、そうすると散歩させてもらってませんけどみたいな、また行きたいから、うわー、かわいい、これで散歩させてると行ったけどなんて神さんに言われるすごい演技、女優ですね。オスだけど。俳優さんですね。うん、さあ、どんなに嘘をついても、その場を取り繕っても、結局いつかはバレるもの。相手の心に本当に伝わるのは、やはり真実だけですよね。本物の自然な香りを伝えるお線香語り部をおすすめします。ラベンダー、白梅、桜、バラ、カーネーションの花の香りのラインナップ。いずれも煙少なく残りが爽やか、現代の暮らしに合った優しい使い心地のお線香です。お線香は自然な香り、日本講堂の語り部をどうぞ。日本講堂からのお便りでした。さあ、マイトイストーリー2ですけども、はい、女性の方です。56歳の私なんで、お名前がね、読んでいいかどうかがよくわかんない。まあ、ルミさん。はい、ルミさん、56歳の私なんで、スーパーファミコン、ファミコン、ゲームの世代ですが、うん、あんまりテレビゲームが好きじゃなくて、思い出に残るゲームといえば、うん、はい、小学生の頃に亡くなった母方の祖母とよくやった、坊主めくり。坊主めくり、100人一首を伏せて積み、ただただめくっていくだけで、年老いて、そしてまあちょっと病弱だったおばあさんと、はい、おばあちゃんと唯一一緒に遊べましたね。あ、お姫様が出るともらえて、そうそうそう、お坊さんが出ると手放す、うん、で最後に手持ちが多い人の勝ちという、なんか簡単なゲームでしたが、はいはい、何度もやりましたよっていう。覚えてる、セミ丸セミ丸がなんか布かぶってっからさ大丈夫だ、うわ、セミ丸かよってなったね。佐田吉が送ってくれた桜色の毎日香、桜と白檀の香りで煙極小香り抑えめ、残り香も灰も少ないナチュラルな使い心地、こんな気遣いできるようになってね、お父さん。お線香は毎日香ナチュラル桜。日本香堂。日本講堂がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。法律事務所未来をから、 B 型肝炎ウイルスに集団予防接種などで感染した皆様やそのご家族へ、国の条件に該当すると50万円から最大3600万円の給付金が受け取れます。最近 B 型肝炎と診断された方、すでに治った方や亡くなられた方のご遺族も対象の可能性があります。未来をのこれまでの解決実績7000件以上。ご相談は無料。まずはお電話を。0120-783-005。悩み005。24時間365日受付。東京弁護士会所属法律事務所未来を。時刻は8時48分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は東京都受動喫煙防止条例の全面施行と、住民基本台帳による東京都の世帯と人口についてお知らせします。はじめは東京都受動喫煙防止条例の全面施行のお知らせです。今日から国の改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、決められた場所以外でタバコは吸えなくなりました。屋内でタバコが吸える場所は次の4種類です。喫煙専用室は喫煙のみ可能で飲食などはできません。指定タバコ専用喫煙室は加熱式タバコに限り、飲食などをしながら喫煙ができます。喫煙可能室または喫煙可能店は、
従業員がいないなど一定の基準を満たす飲食店の一部または店全部で飲食などをしながら喫煙ができます。喫煙目的室または喫煙目的店はシガーバーなどタバコの対面販売を行う飲食店の一部または店全部で主食以外の飲食などをしながら喫煙できます。飲食店や喫煙設備のある施設などの入り口には喫煙ができるかどうかを示す標識が掲示されます。喫煙が禁止されている場所で喫煙した場合には罰則があります。また喫煙室の中は利用者従業員を含め20歳未満は立ち入り禁止です。詳しくは福祉保健局健康推進課電話 03-5320-4361 03-5320-4361 番までどうぞ。続いて住民基本台帳による東京都の世帯と人口についてお知らせします。住民基本台帳に基づく今年の1月1日現在の東京都の世帯と人口がまとまりました。東京都の人口総数は1,383,4,925人で、このうち57万人余りが外国人でした。人口総数は前の年に比べ9,4,000人以上増加しました。65歳以上の老年人口が人口総数に占める割合は 22.57% で、過去最高だった去年と一昨年の 22.59% から低下しました。詳しくはホームページ東京都の統計をご覧いただくか、電話 03-5388-2531 03-5388-2531 番、総務局人口統計課までどうぞ。東京都では新型コロナウイルス感染症の対応方針として、換気の悪い密閉空間、多くの人の密集する場所、近距離での密接した会話、この3つの条件が重なる場を避けるための行動を都民の皆さんにお願いしています。特に若い方にはカラオケやライブハウス、中高年の方にはバーやナイトクラブなど接待を伴う飲食店などに行くことはお控えいただくようお願いします。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。再春館製薬所の通酸湯はどんな痛みに効くの？と思われている方、通酸湯は神経や関節炎などの痛みを緩和します。立ったり座ったりするとき腰や太ももに痛みが走る、四十肩で思うように腕が上がらないなど痛みでお悩みの方にご利用いただいています。もっと詳しく知りたい方のために、無料試供薬と商品のことを詳しく説明したカタログをご用意しております。まずはお問い合わせください。フリーダイヤル 0120-305-305 305-305、再春館製薬所まで。朝8時から夜10時まで受け付けております。通酸湯は指定第2類医薬品です。お電話で薬剤師登録販売者にあなたの症状をご相談の上、使用上の注意をよく読んでご服用ください。日本人の死因第1位、がん。悪性新生物と初めて診断確定されたら最高300万円の一時金を受け取れるがん保険はいかがでしょうか。この一時金は支払い自由に該当する限り2年に1回を限度として何度でもお受け取り可能。すでに他の保険へご加入の方も追加で検討なさってはいかがでしょうか。昭和15年以降にお生まれの満80歳までの方がお申し込み可能な新がんベストゴールドアルファ、お問い合わせは0120-676-626 676-626 FWD 富士生命まで。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンをTBS ラジオで紹介しませんか。 CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。
ご連絡お待ちしています。入れ歯でお悩みの方、インプラントで実績のあるキヌタ歯科は中央線西八王子駅前 0120-221-222 221-222、 タヌキの反対キヌタで覚えてくださいね。インプラントのキヌタ歯科。恥ずかしがり屋だと思っていた娘、 Go straight for three blocks, have a nice day。 そんな娘が道に迷った外国人と会話していた。すごい、そうパパは感動して、パパ泣いてる。一生ものの英語が身につく ECC ジュニア生徒募集中。 ECC。 時刻は8時55分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井博子さん、おはようございます。おはようございます。一般道は大田区内の池上通りの上下線事故で通行止めになっています。大田区内の中央1丁、中央7丁目1番と中央3丁目5番の間、乗用車とバイクの事故で通行止めです。神奈川国道1号の上り保土ヶ谷橋で2キロ、渋滞の中、狩場インター交差点の手前では乗用車同士の事故、一車線規制で処理中。首都高速は湾岸線の東行きの辰巳、乗用車故障車1キロの渋滞です。警視庁から以上です。警視庁の薄井博子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は9時21分頃にお伝えします。事業を始めて3年、大きくしたいけどお金貸してくれないと思うんだよな。実績って言われてもこれからだし、どうすりゃいいの。それでも大丈夫。本当に創業の方応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック、車検のコバック。ワンオンボの久本雅美です。 TBS ラジオ主催ワンオンボ全体公演、オート花魁、3年ぶりの全体公演は和の伝統芸能をワー流にアレンジ、他では見られないステージをお届けします。ワンオンボ全体公演、オート花魁、5月27日から31日まで中野ゼロ大ホールで開催。チケットは好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。マイトイストーリー2ですけど、はい、かいぐりかいぐりとっとのめ、はい、なんかそのおはじきとは全然関係なしで、はあ、子供赤ちゃんを遊ばせるのに使うっつって、ラジオネームデリマルさん、ラジオネームコードリヘップバーンさん、はい、他から、しかも赤江珠緒さんのお母さんもやってたみたいなのもいただきましたね。ちょちちょちあわわ、かいぐりかいぐりとっとのめ、おつむてんてん、ひじぽんぽんっていうらしい。へー、フルコーラスあるんですね。ねえ、はい、うちがなぜそれをおはじきでやってたのかはわかりませんけど、あとさっきのミルクモーモー、はい、ミルクモーモーは、うん、埼玉県のしのぶさん44歳、私もあの牛のおもちゃ知ってます。幼稚園の時に通ってた幼稚園の流し台の下に置いてありました。こっそり動かすと、まあまあって泣きました。へー、泣くギミックもついてるんだ。すごい、佃オリジナルだと思う。あ、そうですか。会社、へー、ね、お散歩ダッキーと覚えてる。ダックスフントの、多分山瀬さんがこのお題が出た時になかったっけって言ったんだけど、はあ、ただ人形のダックスフントなんだけど、それをこうやって引っ張ります、お散歩に連れてくと、なんかちょこちょこ歩いて可愛くて、今自分52だけど、山瀬さんも同じだけど、俺が思うに、うちもミニチュアダックス飼ってるけど、ダックスフントブームは、あの、お散歩ダッキーが流行ったからな、野村遠いのお散歩ダッキー。へー。っていうのが流行ったからじゃないかなってちょっと思ったりとか。ねえ。あの、追加情報こういうのくれるとありがたいです。ね。あの、おはじきで使ってましたっていう、お便りは一切ないです。トットが泣いたら帰りましょうって言ってた気がするんだけどな。トットの目の後に。だから俺はトットは鳥なんじゃないかって思ってたんだけど、あ、ちょっとなんか違うやつですね。アレンジが違いますね。アレンジはね、うん。獣医光とラジオと、今週のメッセージテーマは、マイトイストーリー2。
メールアドレスは ij@tbs.co.jp。 昔よく遊んだおもちゃや名前が思い出せないゲームなどを教えてください。人生100年時代を生き抜く資産の活用をお手伝いします。みんなで大家さん販売が9時をお知らせします。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。昨日からニュースのコーナーも、アナウンサーさんは別のスタジオからニュースを読んでくれるようになりました、はい。ちょっと読んでみましょう。伊集院光とラジオとニュースと、今日のニュースは戸崎貴博アナウンサー、お願いします。はい、今日は6本のニュースをお伝えいたします。昨日新たに国内で新型コロナウイルスに感染したと明らかになった人が234人に上りました。1日の感染者数としてはこれまでで最も多い数となります。東京都で昨日感染が確認されたと発表された人は78人で、うち49人が感染源が分からず調査中だということです。東京都は新たに50代から70代の男女7人が死亡したことも発表し、国内の死者は77人となりました。新型コロナウイルスの世界的な感染の拡大を受け、政府は日本人を含む全ての国からの入国者に対して2週間の待機要請を行うなど、水際対策をさらに強化する方針を固めました。今日の政府の対策本部で安倍総理が表明する見通しです。同時にアメリカ、イギリス、中国など49カ国を入国拒否の対象に追加することを正式決定する予定です。人気脚本家の工藤官九郎さんが新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。工藤さんの所属事務所が昨日ホームページで明らかにしたもので、工藤さんが腎盂炎の治療をしていたところ、昨日夜感染が判明し、発熱の症状が出ているということです。工藤さんは、少しでも早く元気な姿をお見せできるよう治療に専念しますとコメントしています。加藤厚生労働大臣は昨日の経済財政諮問会議で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う院内感染のリスクを低くするため、感染が疑われる患者に対する初診をオンラインでも対応可能とできるかどうか至急検討すると表明しました。現状では初診は対面が原則ですが、初診でもオンラインで診療できれば医療従事者の感染リスクを減らせ、他の病気の患者が安心して通院できるようになるメリットもあります。新型コロナウイルス対策として、厚生労働省は通信アプリ大手の LINE と情報提供の協定を結び、国内の利用者を対象に健康状態などの調査を始めました。アンケートの回答は今日までです。一方、厚労省にはこの調査をめぐりアンケートを装い、クレジットカード番号を尋ねるなどの詐欺が疑われる事案が発生しているという連絡が寄せられ、注意を呼びかけています。おしまいに、プロ野球パリーグ各球団の社長が昨日オンライン会議を開き、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、目標としている今月24日の公式戦開幕は難しいという見解で一致しました。あさって行われる12球団代表者会議で再び開幕日を協議する予定で、パリ側がさらなる延期を提案することになるとみられます。以上、ニュースでした。ありがとうございました。戸崎貴博アナウンサーでした。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。家具とホームファッションの東京インテリア、リーズナブルなホームファッションからプライベートブランド家具まで充実の品揃え、カフェやキッズランドも併設、ゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。北は青森から九州までネットする、いいものここから東京インテリア。天然植物活力液 HB101、 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。
HB101 は 0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説は拓殖大学教授富坂聡さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。まあまあまあ、まあ、いろんなタイプのコロナのはニュースになってしまうんですけれどもね、はい、まあ富坂さん中国の状況すごくお詳しいんで、うんうん、そのあたり聞きたいんですけども、うん、まあ中国はもうかなり、なんていうんですかね、落ち着いた状態になってきてるんですか。そうですね。実際には例えば路線バスが動き出したりとか、タクシーが武漢の中で動き始めて、空港も開けましたし、まあ、ノーマライズに向けてはですね、かなりこう、ステップアップしてきてるんですけども、うん、ただ実は要するに、まあ、中国はそもそもは中国だけの問題だと思ってたんで、なるほど。V 字回復のためにですね、政策の優先順位として貿易の関係のですね、あれをバーッとこうやってたんですよね。はい、で、ところがですね、バーッと世界に広がっちゃったんで、もう、貿易のところか、蓋をも元通りにしても、相手方がもうあれなんで。なるほど。だからもうかなり強硬にしてでも、その武漢で全部抑えてしまえば、うん、これさえ済めば、もう経済的にはなんとかできるんだってことで、はい、だってそれこそあの規模の病院をすぐ作ったりとか、はい、お金もかけたし、やったんだけども、うん、いざ、まあ、終わったとは言わないまでも、うん、多少沈静化してみたら、取引相手なんていませんよっていう、そういう状況ですか。だから、もう、要するに、木さんがすごい狂っちゃったので、はい、もう、最初から、政策練り直してる、まあ、ところですね。で、例えば、イタリアなんかに、医療団を送ったりとか、ドイツにもそうやって やってるんですけども、結構言ってるのはですね、ちょっと日本で面白いかなと思うのはね、うん、自宅待機絶対ダメですよって言ってるんですよね。ほう。それはもう武漢の経験でね、はい、絶対家族かかりますんで。ああ。それにね、やっぱり、どうしても誰かでやらなきゃいけない、はい、だから家族全員がかかって誰かが出歩くということで、はい、もう効率が非常に悪いということで、なるほど、 どっかね、やっぱりその特別な施設作らないといけないということをアドバイスしてるみたいですね。まあ、あの規模の病院をね、あっという間に作るっていうのはなかなかできないですね。そのお国柄ね、もうここの土地に作るんだって決めたら、それで始められるっていうところがありますけど、じゃあ日本で、いや確かにもう見る見る前に 病院のベッド足んなくなるのは分かってても、なかなか用意できませんもんね。うん、そうなんですよね。だけど、ここはもう考え方を変えて、はい、例えばもう、まあ、中国はですね、どうせこの時期使わないだろうということで、国際会議の場とか、はい、体育館とかね、とか老朽化してるその、とか、まあ、例えば日本で言うと、まあ、学校使ってない学校とかね、そういうものをもう、どこにどういうふうにしていくかっていうことで、まあ、いわゆるその症状に分けて3つぐらいのパターンで、隔離する場所をね、やった方が、多分ね、自宅でさせられる方もこれ不安だと思うんですよ。自分家族に移してるんじゃないかとかね、はいはい、それからどういう判断をしていいのか分からないっていうことで、もうこれ医者も足りなくなる。で、まあ、中国の場合は実は武漢にその集中的にね、人も集めました、医者を集めましたんで、こういうことは多分日本難しいと思うんですよ。うん、だけど、いわゆるもう隔離しちゃって、で、一般の生活から切り離すっていうのは軽症者でも必要なんで、だからそれはどういうふうにしていくのかっていうのは、すごいもう多分一番最初に考えなきゃいけないことで、で、あとはもう一つはその防護服とか、はい、マスクとか、そういうものの手当を、まあ、どっから持ってくるのかですよね。だから多分まあ中国をちょっとあまり出してるんで、その防護服をもうガーッと持ってくるとかね、まあ、今要するに提供のもう体制があるので、まあ、持ってこいって言ったら、持ってこいっても変な話ですけど、ね、うん、持ってきてくれって言ったら来ると思いますんでね。なるほど。だから、そういうことも、いつに融通し合ってですね。まあ、県の中でもね、まあ、例えばこの県は緩いってことになったら、まあ、例えば医者を移動させるとかね、そういうふうにしてやっていかないと、その、どこを拠点にして、どこを集中的に潰すかっていう、ちょっとグランドデザインがね、どうしても必要になるんで。なんか本当に縦割り行政でこう考え方が違ったりとか、なんでしょうね。ここでそれだけ、まあ、例えばね、これ別に国の話でもなくて、プロ野球一つとってもらうんですけどね。プロ野球で阪神の選手が、まあまあ陽性出ましたと。で、その選手と練習試合をしましたと。で、その何人かの中日の選手が、そこでベース上で話したりとか、接触プレーがあったりしましたと。だからこの人を、中日の選手も、自宅待機にします。
ていうレベルで判断してるんなら、うん、開幕なんて話し合うまでもなくダメですよ。だけど、なんかその、一方、ここではこう、ここではこう、それまた、政府や自治体になってくると、本当に、そうですよね。だから一本の、ピシッとその一本筋が通ったような話っていうのを国民が共有してない。はい、だからこれどうしたらいいのっていうことで、共有するまずその前提が必要でね。例えば、その、LINE でこうなんか質問されたりしましたよね。はいはい、LINE でね、急に来ましたでしょ。急に来ましたね。例えばそれで、大体、要するにどういうふうに動いてるとか、発熱症がどこら辺に固まってるのか、例えばビッグデータで分かったにして、はい、それをそれ分析できたとして、どうするのそれははい、わかりました。そうですね。あ、いました。あ、例えば軽症者たくさん出ました。え、どうするのって言ったら、いや、ベッドありませんから。ええー、みたいな話でね。だから要するにそれっていうのは、やっぱりとにかくどこにどういうふうに持っていくのかっていうものがあって初めて、その、把握しなきゃいけないと。まあ今までは要するに、ちょっと実はまあ、把握もしないみたいな感じの雰囲気がありましたからね。だから、それでもうこう、把握していかざるを得ないということだったら、もう把握した後、どこに入れるのかというのは、マストなんでね。その、なんていうか、一つの流れ。じゃあ、軽症者はどうするのかと言ったときに、例えば自分がこれからかかるかもしれないって言ったときに、はい、どうするのと。医者行った方がいいのとか。で、それも、まあ、相変わらず、結果が全く出ないですもんね。しかも多分、検査に多分すごい時間がかかりますから。で、その間の不安とかもね、あるし、で、もし陽性が出て、その時には、私はどうするのと。だから、頭の中で共有されているものがないわけですよね。だから、もう、この、コロナというものをやっつけるためにはどういうふうにしていくのかっていうことはすごい、まあ、なんていうかね、タスクフォースがあって一つのそのコントロールタワーがあって、それ早く決めないといけないんで、誰が最終的に決める、これはもうだから休ませるならドンと休ませる、まあ、要するにだから責任も取らなきゃいけないんで、うん、誰が責任取るのかということも明確にしてやっていくということはね、決めないと、どこに聞いたらいいの、厚生労働省に聞いたらいいんですか、それともやっぱ官邸が決めるんですかとかね、もう頭の中もうぐちゃぐちゃなんで、だからはっきりさせること、まあ、私はもうこれもう急務だと思いますね。なんかこうパーツがつながらなくて、うん、要は表に出てほしくないんだと、うん、表に出てほしくないんだから外出自粛してもらう、うん、だったらお店を休んでもらう、うん、べきじゃないですか、うん。で、そのお店を休みやすくするためには保証がいるじゃないかってなっていくと、うん、割と全部のパーツ繋がっていくべきだと思うんですけど、ね、そこが全然繋がらなくて、うん、おっしゃった通り、じゃあビッグデータで今どうなってんのっていうのをみんなでこう集めましょうってなった時に、うん、もう病院の確保の方の決断って早くしなきゃいけなくて、うん、まあ僕はアイデアとして好きだなと思ったのは、いけないのかなと思ったのは、その選手村を使うみたいなものを、うん、もうスピード感を持って決めていかないと、うん、おっしゃる通り取っただけで、うん、それ検査をする、うん、例えば、ニュース全部繋がってくるんですけども、オンラインで検査をできるようにしましょうってなって、うん、じゃあそこで陽性の人見つかります、うん、見つかったらどうするんですかってところは、うんね、あんまり繋がらないんですよね。そうですよね。うん、で、まあ、中国なんかでも、例えばその、AI を使ったその診療とか、とかもう要するに遠隔診療とか、もう非接触の型っていうのがすごい増えてるんで、はい、それはもう持ってきてやればいいし、うん、だからそれは持ってこれないっていう理由は僕はあんまりないと思うんでね、うん、まあ、だから、まあ、中国結構失敗もしてるし、最初の頃はやっぱりこう殺到しすぎてね、実際のところなんで死んだかわからないような人も結構出てきたんでね、はい、だからそういう失敗も見つつですね、要するにこれはこう後発のメリットでね、うん、で今のところ見てるとやっぱり早くバーッと出して早くしたところの方がピークアウトが早い感じがしますよね、うん、だからそれだったらもう徹底的に、例えばもう2ヶ月間はもう泣いてくれとね、だけど2ヶ月するとピークアウトする可能性が今のところ出てるんだと、違った見通しが立てやすいと、はい、だから頭の中でどうしたらいいのかっていうクエスチョンマークをどうこう払拭していって、このコロナと向かい合っていくのかっていう考え方がちょっとそのコントロールタワーに不足してる気がしますね。そのこの場合はこうするっていう、そのフローチャートの枝分かれは分からないことが多いから多いんですけども、うん、その一個一個のケースをきちんと作っておかないと、うん、この枝でも繋がってないようになっちゃうと、もう意味が分からなくて、そうですね、でそんな中に、うん、何でしょうね、厚生省が LINE でアンケートしましたと、うん、で僕なんかはそんなのやってたらニュースになるはずだから、こんなもんいきなり来るなんて、詐欺に決まってんだろって思って、開きもしないじゃないですか。私もそうです。で、触りもしないじゃないですか。うん、したら、どうやら、
これ本当にやってんだってなった頃には、うん、今度は詐欺のやつらが、あれいけんぞっつって、うん、もう、その、使えなくしちゃうわけじゃないですか。うん、なんかね、このあたりやっぱりずっと、もうはやバタついてるバタついてるの言葉じゃちょっと済まされないようになってきた気がします。いや、ほんとそうですね。僕はなんかもうプロ野球は大好きなんですけども、うん、プロ野球うんぬんって話じゃないと思いますよっていう。うん、で、もう、いつ、日付を切っていつやろうと思うよりは、うん、こういう兆候があった時にやる、こういうカーブが何の数字において出た時にやるんだっていう決め方しかしてもしょうがないと思うんですね。僕、うん、オリンピックですら日付決めるの早いと思うよっていう、もう延期が決まってから、その、なんとなく日付決めちゃうよりは大事なのは、条件、この条件で初めて日付が出ますっていうことだと思うんですけど、うん、なんかこう急がなきゃなんないとこは急がないんだけれども、もう変に早いとこ早いなちょっと思ったり。そうですね。うん、個人的にちょっと気になってるのは学校どうするのかなっていうことだよね。はい、はい。だから、はい、オンラインで授業をこなしている国が結構多い中ね、はい、止まってますよね、現実には。じゃあ、それはもう、なかったことにするのかね。それで学年繰り上げていくのかね。どうするのかって、どう考えてんのかなとかね。で、学校も、うん、学校を止めたことに効果があったかどうかすら、何かこう、うん、確かめようがない、ね、ないまま始まってると思うんですよ。そうですね。なんかこう、一定数の検査をして、うん、ちょっと分母を決めた検査をして、うん、それでこれは、効果があったとするとかならわかるんですけど、うんうん、とりあえず休ませとく感じになってて、やっぱりこれもどういうことが起こったら戻すんだっていうのも大切だし、これは長期戦になるとするならば、そのオンライン学習について、まあ、まあ、その、どういうシステムか今わかりませんけども、これでも単位が取れますよっていうことなのか、学力調査みたいなのができますをやっていかないと、ちょっとみんな付け焼き場みたいな、継ぎはぎだらけで繋がらないっていうのはちょっとやっぱり気になりますね。基本的に1年ぐらい続くっていう発想のもとで、まあ、学校もいろんなことも決めていかないといけないという感じはしますよね、やっぱりね。ということで、富澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。あなたのそばに、オリヒロのチュアブルサプリは鉄やマルチビタミン&ミネラルなど選べて嬉しい、噛んで美味しいお手軽サプリ。お店で買えるチュアブルサプリはオリヒロです。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、ほか各社の提供でお送りしました。1967年から15年間にわたり放送された伝説の深夜ラジオ番組、金曜ナチチョコパック傑作集1974年版を4月22日に発売します。当時の担当ディレクターが選び直した熱い内容が今よみがえります。 CD2 枚組の3巻セットで税込1万1000円です。別途送料頂戴します。ご予約はフリーダイヤル 0120-234-9540120-234-954 まで。パソコン、スマートフォンからは TBS ラジオおすすめで検索してください。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の染井明子さん、お願いします。よろしくお願いします。今日の関東地方は雨の一日です。すでに広い範囲で雨が降っていますが、昼頃からは一段と降り方が強まります。特に夕方以降、関東南部では雨足が強まりそうです。気温はこのまま横ばいで10度くらいのままです。日曜日のように雪になることはありませんが、昨日より肌寒くなるので暖かくしてお過ごしください。この雨は日付が変わって明日の未明には止みそうです。明日は朝から晴れて気温も上がるので1週間ぶりの洗濯日和となりそうです。以上です。ありがとうございました。気象予報士の染井明子さんでした。 TBS ラジオ主催 The Alfie ベストヒットアルフィー2020春の夢、5月30日31日 NHK ホールで開催。チケット好評販売中。お問い合わせは総合東京 03-3405-9999 03-3405-9999 まで。時刻は9時19分です。ここで
チューリッヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい、首都高速は交通量少なめですが、7号の上りの両国付近、乗用車同士の事故、左側車線で処理中で1キロ半、我が線の千葉方面へ向けての東行きの辰巳は乗用車単独事故、こちらも左側車線です。こちらも1キロ前後の渋滞、どちらも通りにくい程度です。首都圏の高速道路は順調。一般道は神奈川国道1号の上り、保土ケ谷区の狩場インター交差点手前は事故処理中で流れが悪くなっています。埼玉は国道4号の上り草加の西町で2キロ弱、千葉は16号の内回り柏の横塚で2キロ半弱、都内は大田区内の池上通り、乗用車とバイクの事故のため中央7の1と中央3の5の間、通行止め、上下線とも通行止め続いています。警視庁から以上です。警視庁の薄井ひろ子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は9時52分頃にお伝えします。ハロー、チューリッヒ。自動車保険、見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒなら、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずは、お電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-455-572-455-572 まで。お元気ですか？生島博史です。今日は埼玉県の麻生さんのお便りをご紹介しましょう。ある日突然、右のお尻から太ももにかけて突っ張ったように痛くなり困っていました。ちょうど前の日にですね、旅行に出かけ長く歩いたばかりだったので、そのせいかなと思っていたんですが、そんな時にラジオで通算とのコマーシャルを耳にしまして、無料の試供薬を申し込んだんです。通算とのことはよくわからずにですね、まあ正直半信半疑だったんですが、また旅行に行くことを目標にですね、頑張っています、こういうことなんですが、ラジオ機の皆さんもですね、麻生さんのように通算とを試してみませんか？足の痛みをはじめ、膝や肘の関節などの痛みを徐々に緩和する通算と、5つの生薬を配合した漢方に学んだ医薬品です。無料の試供薬をご用意いたしております。お申し込みはフリーダイヤル 0120-305-305 0120-305-305 です。電話番号お間違いなく。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。入れ歯でお悩みの方、インプラントで実績のある絹田歯科は中央線西八王子駅前 0120-221-222-221-222、 タヌキの反対キヌタで覚えてくださいね。インプラントのキヌタしか。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文、モノタロウ。今日は切削工具が大特価の日、10%。工場の味方、モノタロウに検索。パパ、どっか連れてって。よし、夢を形にしてくれる場所に行ってみようか。夢を形に？ああ、楽しいぞ。うん、行きたい。夢を形にしませんか？ TBS ハウジングでは家づくりの情報や楽しいイベントが盛りだくさん。出発！ TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。TBS ラジオ、伊集院光とラジオと。伊集院光とラジオとあれと。この時間はケーズ電機、大成ユーレック、大谷さんの提供でお送りします。伊集院光とラジオとあれと、あれなレコード、あれコード。時刻は9時23分です。あれコードのコーナーです。さて、今日のあれコードコレクターは音楽評論家の岩佐学さんなんですけれども、はい、岩佐さんね、埼玉にお住まいでかなり長く電車乗って TBS いらっしゃるんですね。で、このご時世なんでちょっとスカイプでやってみようじゃないかっていうことで、はい、ご自宅から岩佐さん出ていただきます。ちょっと呼びかけてみますね。岩佐さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。
難しいもんですね、やっぱりね。こう、離れると。ね、その、見えないと。ね、電波の状況もあったりしますんでね。はい。なんか聞いたら、岩佐さん、駅で派手にこけて。そう。怪我しちゃって、手術もしたんですって。しました。3月の12日に、あの、肩の腱をですね、はあ、3本繋いだんですけど。はぁ、あ、はぁ、あ。で、あの、ずっと今、あの、左腕を固定してなきゃいけないんですよ。はい、はい。固定装具をつけて電車乗るの結構きつくて。じゃあもういろんな意味でスカイプが正解ですね。そうです、ね、今日は。はい。さあ、お知らせ一個いきますね。1月からですね、連載を始められまして、これ週刊新潮のウェブ版のデイリー新潮というところで、役者の歌という連載を始めましたと。はい。で、これ隔週連載月2ですね。で、現在はその役者がこういう歌を歌ってきましたよってことなんでしょうが、現在は勝新太郎さんについて。うん、書いてますね。はい。勝新さんは歌うまいですもんね。そうですね。昔あの、勝新さんの歌ばっかり集めたボックスセットを作ったんですけど、その解説も私がしたんですが。はい。ま、そういういろいろ流れがあって、今回は割と映画の中からその、勝新さんの歌を感じるところを書くっていうような感じにしてます。へえ。僕らはあの、俺たちはな、ご法度の裏街道を歩く都政なんだぞって、あれがなんかイメージかな、セリフで入る。やっぱり。ねえ。ですよ。あれ痛烈ですよね、あの歌ね。あれは。きついっすね、やっぱね。さあ、ぜひ、デイリー新潮、湯浅学部でネット検索をしてみてください。さあ、そんな中、この環境で今日1曲目のアレコード、歌手名、曲名お願いします。久保幸恵、加藤正夫さんで、パチンコ人生です。これ SP 版なんですね。古い歌なんです。何年のもんですか？昭和26年、1951年でございます。へぇー。パチンコって逆に言うともうそんな頃からあったんだ。ああ、そうですね。この頃はだからほら、玉を一個ずつ入れて、こればひ、こう、ビヨーンってやる、ね。バネ仕掛けなん、電動じゃなくて一個一個弾くやつですよね。そうだ、つまんで、玉入れて、ビヨンビヨンって弾くやつだ。そうそうそう。で、だから連続で入れる技とかなんかそういうのを開発したりなんかして。器用なおじさんいましたよね。そう、いました、いました。手にざっくり握って次々とコロ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 入れていくおじさんいたな。なんかレバーを小指にかけるとかなんかいろいろ開発してましたよね、昔も。はぁ。技があったんですね。で、そんな中で出た、久保幸恵さん。久保幸恵さん。幸恵さん。幸恵さんですか。はい、久保幸恵さん、加藤正夫で、パチンコ人生。娘18嫁入り前には、料理を最近しつたい。男、まきまき、ひまつぶき。当たり外れの恋心、こりゃガチャンココロコロコロ、ガチャンコパラパラパラ、パチンコパチンコで半年暮らす、あとの半年寝て暮らす。学生生活楽じゃないよ、法律経済文化理科、どいつもこいつも落第したが、一つ覚えの腕のさえ、こりゃガチャンココロコロコロ、ガチャンコパラパラパラ、パチンコパチンコで半年暮らす、あとの半年寝て暮らす。朝は早から
会社にお出かけ、いつもお土産キャラメルタバコ、ちょいと変だと聞いてみたら、いつの間にやら会社はクビで、そりゃガチャンココロコロコロ、ガチャンコパラパラパラ、パチンコパチンコで半年暮らす、あとの半年寝て暮らす。競馬競輪住宅高校宝くじなどみんな外れ、麻雀いつでもビリから一番、せめて一人で打ったばらし、こりゃガチャンココロコロ、ガチャンコパラパラパラ、パチンコパチンコで半年暮らす、あとの半年寝て暮らす。なんかいいのが、はい、パチンコ、うん、コロコロじゃないですね。ガチャンココロコロで2個の方が語呂良さそうなのに、うん、コロコロコロっていうのはちょっと可愛いですね。ちょっとなんか、転がりが早いっすよね。あと音楽的には、デカンショ節の替え歌みたいな。はい。デカンショ節をブギウギでやってるっていう。そうなんですよ。結構凝ったアレンジですよね、これ。SE も入ってるし。で、頭はだからその節で始まってんのに、デンゲ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 のとことかは、ちょっとハイカラで。かっこいいですよね。うん。ねえ。あとちょっと当時の世相も結構入ってますね。はい。いや、ちょっと、はい。結局、この人、運がないんだよね、すごい。そうなんですよね、そうなんですよね。あと、ダメな人ですよね、ほとんどがね。あの、そう、楽して暮らしたいんですよね。で、パチンコしかしてないんですよね、基本的にね。うん。寝て暮らす。この頃の学生さんって、どいつもこいつも落第してたんですかね。そんなことないと思いますよ、おそらく。ね。この彼の周りの感じなんでしょうね。やっぱりね、あ、そうです。コロコロコロがやっぱ相当いいです。これ、ミキとリローさんの作詞作曲でしたね。あー、ミキさんっていうのは、だから、あれコードでも相当出てくるんで、ほんとヒットメーカーなんですね。あれコードのヒットメーカーですね。あれコードのヒットメーカーってのは、まあ、全体に相当出して流行歌を作ってるってことなんでしょうね。あ、そうですね。うん、あと CM たくさん作ってるし。へー。さあ、じゃあ続いていきましょう。一曲目、パチンコ人生に続いては曲名と歌手名お願いします。はい、小松芳生さんとひまわりシスターズで、愛しのパンダでございます。出た、問題作。はい。またかよ。これね、まあ、パンダものずっと流れてるじゃないですか。で、はい、しかも、去年の夏、夏休みパンダ特集っていうのをやった時に、これの A 面はオンエアしたんですよね。はい、はい。はあはあはあ、パンパカパンダ、うん、なんだけどもう捨てがたいこの B 面が、はあ、なんでもう A 面もそうだったんですけど、この可愛らしいパンダの歌を小松芳生さんにやらせてるのかがわからないっていう、そうですね。でね、ひまわりシスターズは子供たちのまあ合唱、子供たちなんですけど、はい、あのね、小松芳生さんの声が荒れすぎてもう怯えてるようにしか聞こえない。子供たちが。パンダ怖いって感じです。そう。で、クレジットは小松芳生、ひまわりシスターズって書いてある。順番で言うと小松芳生さんが前なんだけれども。はい。で、しかも歌い出しも小松芳生さんなんだけれども、うん、分量的にはひまわりシスターズの歌です。ほうほうほう。そうなんですね。そうです、そうです。さあ、ちびっこも聞いていただきましょう。小松芳生、ひまわりシスターズで、愛しのパンダ。ランラランラランランラランラランパンダ。パンダ。ランラランラランランラランラランパンダ。パンダ。パンダ、君に会えて嬉しい。パンダ。可愛い顔をよく見せて、
パンダメルヘンの中からやってきたパンダ。遠い国の雪山に君が残してきたものは愛の涙と優しい秋の星。ランダ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 ランパンダ、ランダ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 ランパンダ。パンダパンダ君は教えてくれた。パンダこの世に夢があること。パンダエンゼルが落とした。ランダランダランパンダ、パンダラ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 ンパンダ。終わり方が雑レコード自体がこのフェードアウトなんです。急にフェードアウトしてくる、急になんか、うん、もういいかなって感じですよね。中途半端にランラランラランぐらいで終わってっちゃうんですよね。ランナーじゃねえよって感じですけど。なんか僕のイメージの小松法政さんって、それこそこう、はい、サーカス団の悪い団長みたいな。ああ、怖い。そうですね、うん。ムチ持ってる感じ。そのイメージでヒゲとムチの感じですよね。ありますね。うん、すごく。で、その小松。顔四角いし。そう、その小松法政さんが歌って、で、しかもね、小松法政さんが歌った直後だけ、みんな怯えたようなコーラスになるんですよ。他のところは全然ちゃんと伸び伸び歌ってるじゃないですか。ね、サビなんてね、うん、そうです。高らかに。そうなんですよ。ちょっともう一回、そこだけ聞けます？うん。ちょっと聞いてみましょうか。ランダ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 ランパンダ。明らかに。やっぱ怖いな、これ。明らかにですよね。絶対怖いんですよ、これ。そう、歌のとこになると、のびのびひまわりシスターズ歌ってんですけど、うん、ちょっと笑っちゃうんだよなぁ。これ対面で歌ってたんですかね。どうなんでしょうね。これね、ランランしか言ってないんで何とも言えないんですけど、A 面のパンパカパンダと合わせると、うん、小松法政さんはパンダなんだよね。うんうんうん、僕パンダって言ってるから。そうですね、言ってますね。そうなんですよね。なんで小松法政さんにしたんだろうっていうところはずっと謎なんですよ。こんな怖くないと思うんだよね、パンダ。そうなんですよね。うんうん、でも相当、相当いいです。もう終わり方の雑さが大好き。はい、終わりで絞っちゃって。はい、終わりで、終わりでーすっていうね。さあ、じゃあ続いていきましょう。今日の3曲目のレコードです。はい。三浦宏とハニーシックスで、ついてないよね、でございます。はい。1曲目が、まあ、ダメダメなパチンコ人生で、途中に怯える子供たちを挟んで、3曲目がついてないよね、っていう。これ、三浦宏とハニーシックス、素朴な疑問なんですけどね。うん、三浦宏とハニーシックスじゃないですか。うん。ってことは、はい、三浦宏さんがいて、6いるわけだから、7人いるかと思ったら、ジャケット6人ですね。6人ですね。本当だ。だから、三浦宏含む、ハニーシックス。なるほど。ここは含むなんですね。その半分だったんですね。
で、これ。皆さん、お兄弟なんですよね。そう、みんな名字が三浦、三浦、三浦、三浦って書いてあるから。あ、そうなんですか。すげえ。はぁ。6人兄弟。人、あ、そうなんですか。すげえ、6人兄弟でコーラスしてんだ。ムード歌謡。長男が、ヒロシさん。はい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 。で、経歴を見たら、長男途中で抜けてますね。ああ、よそ行って別な分家作ったってことじゃないですかね。そうなんですかね。その後メンバーの入れ替わりで、新たな三浦さんが入ってきてんだけど、これが、一番上の、まあ、長兄の、さらに長男っていう子供入ってたりしてる。なんかこの三浦家で結成されてるんですね、ここは。何人いるんですかね、一体。この人たち、兄弟。わかんないっす。ねえ、もう、三浦一族でどうやら、いつもハニーシックスはやってるようです。で、ちなみに今のメンバーは4人じゃないかということで、もうシックスでは全然ないですね。ちょっと、引退なさった方もいるようですね。ああ、そうですか。まだ活動してらっしゃいます。さあ、じゃあそんな中でですね、ついてないよねの聞きどころなんですが、はい、なんかね、ついてないっつってんですけど、あんまついてない感じしないんですよね。うん、そう、そう。なんかね、明るいの、すごく。そうなんですよ。なんかついてないよねって、このご時世にかけたら元気なくなりそうじゃないですか。はい。でもなんかね、こんぐらいのことだなって感じになってる。そう。うん、まあ。そういうこともあるよね、みたいな感じ。変に半笑いで歌ってる感じが面白くて。半笑いで歌ってるんですか？はい。はい。聞いてもらいましょうかね。はい。聞いてもらいましょう。三浦ひろしとハニーシックスで、ついてないよね。したい。ああ、
だけど幸せ。俺にも来るだろう、私にもきっと来るよね。岩佐さん。うん。はい。聞いて分かったことがあるんですけど。はい。これ、まあ、長男。うん、長男は、それなりに愚痴ってるじゃないですか。はいはいはい。でも、長女が相手にしてないですよね、全然ね。そうそうそう。聞いてないの。人の話聞かないのがいいんじゃないですかね、これ。ね、ついてないっつってんのに、長女はまたかって感じで、ついてないないっつって、ね、そこ茶化してんのかっていうところ。この受け流し感がいいんですよ、ね。いいんですよね。ねえ。あと途中で気づいたんですけど、はい、他の兄弟歌ってます？いやなんか立ってるんじゃないですかね。気配。かかりとして揺れたりする気配のかかりですかね。そうそう、歌って気配っていうパートがあるんです。あるんです。よーく聞いてるときっと来るよねみたいところに薄く入ってるんですけど。うん、あないないとか言ってる。そう、ないないも相当薄く入ってるんですけど。そうなんですよね。あと、この歌って、発売日を見ると、北酒場よりは前なんですけど、北酒場っぽかったりとか、あと、木綿のハンカチーフっぽいおかずが入ったりとか。あるあるある。なんか、ついてないのが爽やかっていうところが。そうなんですよ。そうなんですよ。すがすがしいついてなさ。多分あの木綿のハンカチーフ風味みたいのが、本当についてないと思ってるみたいな感じ出ますね。ありますね。うん。あとこれ、うん。リトルダーリンみたいな、オールディーズな感じ。ああ、入ってるかも。入ってますね、うん。で、歌詞もよく見ると、はい。ついてない要素はあんまないんだよね。あの、あ、そうそう。具体的にあんま言ってないの。そう、お金がなくて振られてるって現象はわかるんだけど、ええ、モテてないとはわかるんだけど、それは自己責任じゃねえのかっていう、別にその、運の要素が一個も入ってないんですよね。運じゃないっていうところですね。なんか聞けば聞くほど、こう、いい味出してくる。なんか逆に、ついてないってこんだけ言ってるのに元気出てくるっていう謎の。そうそう、楽しくなっちゃった。おかしな話です。ねえ。それこそ、岩佐さんが一番救われる歌ですね。そうです。もう、雨で滑って、肩切っちゃって。そうですよね。そういうことですね。いや、猫が一匹いなくなっちゃう。そうなの？そうなの？そう、ね。本当に。いやー、ということで、今日はご自宅から3曲、お送りいただきました。岩瀬さん、今週もどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ご無礼つかまつりました。はい。以上、アレコードのコーナーでした。TBS ラジオ伊集院光とラジオと。ケーズ電機。混んでるな。お得でサービス充実の安心パスポートがあるからみんな来るんだよ。セリフが宣伝っぽいぞマルコよ。みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。やっぱり安くて安心が一番だね。You like, you like, 大勢 you like, yeah. You like, you like, 大勢 you like, oh. You like, you like, 大勢 you like, どっちか強い、大勢 you like。マンション建設なら、大勢 you like です。大谷さんの成長戦略で、お腹に自由を。軟便の我々にも？便秘の私たちにも？そう。お腹に未来を。軟便、便秘、お腹の悩みに大谷さん成長薬。川北麻衣子です。 CM でおなじみ大谷さん成長薬第3類薬品。伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、大谷さんの提供でお送りしました。 B 型肝炎の給付金なら第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。昨年のお客様への給付金は平均850万円以上。
まずは B 型肝炎無料診断ダイヤルで、あなたにいくら給付されるのかをご確認ください。B 型肝炎の方、またそのご家族の方は今すぐ、0120-70-7000番、70-7000番。落語って海外でも通用する笑いだと思います。人類のためにこの漆文化残してほしい。性別や国に関係なく尊敬し合うことが非常に大切です。認め合うことが力になる。2020年日本を考えよう。手や指の痛みでお悩みの方からこんなお声が届いています。指がこわばり包丁を握るのも、手首が痛くて雑巾を絞るのも辛くて、特に思い当たる節はないんですが、気づいたら毎日しかめっ面ばかり。このままじゃいけない、そう思っていた時、お友達が再春館製薬所の通算等を教えてくれました。この痛みが和らいだら笑えそうな気がするんです。笑顔を取り戻せる日が早く来るといいですね。通算等はリュウマチや関節炎による手や膝の痛みなどを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-305-305 305-305、 年中無休で受け付けています。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で。ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。時刻は9時51分です。TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい。首都高速は湾岸線の東行き辰巳7号の上り両国付近、いずれも事故処理終わりました。この時間は交通量少なめ、走りやすくなっています。東名高速をはじめ首都圏の高速道路に目立った渋滞もありません。神奈川の国道1号の上り狩場インター交差点手前の事故、処理終わりました。国道1号第二京浜の下り、神奈川区の新小安2丁目交差点、乗用車が中央分離帯に接触する事故、一車線規制で渋滞出始めです。埼玉は県道の足立越谷線の上り、草加駅入口で2キロ弱、千葉は357の東行き船橋の日の出で1キロ半前後の渋滞、都内は池上通り大田区中央7丁目と3丁目の間の事故による通行止め解除され通れるようになっています。警視庁から以上です。警視庁の薄井ひろ子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後10時25分頃にお伝えします。宇宙のとある星のお話。その星ではお家や学校や遊び場に爆弾が降り、見渡せば1億5000万人もの子供たちが働いていました。その星は地球です。この物語を変えましょう。セーブ・ザ・チルドレン。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。法律事務所ホームワン。ホームワンへ過払いのことで質問が寄せられています。借金の資料はないけど過払い金請求はできるの？完済からもうすぐ10年。まだ間に合う？クレジットカードのキャッシングも過払い金は出るの？10年以上は返済してるけど。今、過払いのことで迷ったら、ホームワンへ。0120-316-279。東京弁護士会所属、弁護士法人、法律事務所、ホームワン。どこかうちの貸倉庫のテナントを上手に見つけてくれるところないかな。倉庫工場なら実績抜群、三期建設。0352000999 0352000999 0352000999 三期建設。 TBS ラジオ一位光るとラジオと、この後10時からお笑い芸人で作家の又吉直樹さんをお迎えします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、
この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと。今週のメッセージテーマはマイトイストーリー2。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園初と、厳選された素材を使用し丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。ラジオネームガチャタンさん、東京都の女性35歳の方です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。小学校3年生ぐらいだったかと思いますが、姫ちゃんのリボンはぁというアニメ、アニメが大好きだった私はサンタさんに姫ちゃんのリボンの電子手帳がどうしても欲しい。電子手帳の子供用のやつね。子供ってさ、携帯電話なんでも大人の使ってるもんすごい欲しがるもんね。ね、うんうん、で、まあその姫ちゃんのリボンの電子手帳がどうしても欲しいと手紙を書きました。はい。その電子手帳はアニメ関連のグッズということもあって、占いができたり、ゲームができたり、いろんな楽しいことができる、というものだったと思います。ほう。が、クリスマスの朝いつもより早く目を覚ますと枕元には長方形の電子手帳サイズの箱が、可愛くラッピングされて置いてありました。うんうん。サンタさんもナイスプレイだと。はい。それで喜んでラッピングを剥がして出てきたのが、カシオの電子手帳。ちゃんとしたやつ。ああ。そっちも高いよね。でしょうね。絶対ね。うん。これじゃない。と、呆然とした朝。はい。その時の気持ちを未だに思い出すことがあり。心がギュンとなりますって書いて、胸がギュンとは違うんだよね。ギュンって、ギュンって、これじゃないギュンってなります。あらねえ、で、まあまあ、それでね。はい。今も思うんです。姫ちゃんのリボンの電子手帳って実際どういうもんだったのか、と結局は手に入ってないから。わかんないんだ、うんうんうん、ご存知の方は教えてくださいってあるんで、ネットで調べてみたら、はい。まあその、可愛らしい、姫ちゃんのリボンの電子手帳出てくるんだけど、ほう、なんとですね、うん、スケジュールメモができたりとか時間割を入れられたりとか、まあまあ、はい、計算機になったりするんですが、へー、楽しい機能です。はい、まず相性占い。ああ、ね、もうね、こういうのねやるんですよ。さらに、はい、運勢占い。ああ、せね。さらに、うん、言葉占い。言葉占い。そしておみくじ。おみくじまで、はい、以上すぐネタかなり占いに偏ってますね。ああ、うわ、欲しかったんだね。まあ、本物の方がいいってサンタさんがね。サンタさんが思ったんじゃないの。サンタさんは君は利口だから、うんうん、これを使いこなした方がいいよっつって、うんうんうん、さあ、ラジオネームロクロマーロさん。はい、ありがとうございます。62歳男性、はい、小学校の頃サブマリン707のプラモデルでよく遊びました。ただし1日10円の小遣いではゴム動力の安いやつしか買えず、モーターで走る本格的なモデルは欲しくて欲しくてたまらないけど高値の花でした。少年漫画雑誌の広告を指くわえて見ていましたが、お小遣いを貯めていたある時、はい、その広告、うん、よーく見たら、うん、定価の後ろに、うん、モーター電池別と書いてあることに気づきました。え、これよくあったのよ当時。これ同じ思いをした。僕よりロクロマーロさんの方が塔も上ですけど、あのね、モーターとか別売り、モーター電池別売りのがあって買って作り始めてから、はい、うわ入ってないっつって、で特にこういう潜水艦もののおもちゃは、はい、その別売りのモーターが防水のモーターだから、あー特殊な、結構高いわけ。あらー、絶望的な、頭の中で沈んでったろうね。サブマリン707 ゆっくり沈んでったと思うよ。だってあといくら貯めればなんとかなる、苦しいけどなんとかなるって思ったところに、ね、うっそモーター別、ブク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 っていうね。
ンチパック。山崎健人です。いつだって僕のそばにある音楽、好きな服、何度も読んだあの本、そしてお気に入りのランチパック。特別じゃないけど格別です。僕らの味方、山崎ランチパック。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。10時です。TBS ラジオ、伊集院光とラジオと。又吉直樹と、おはようございます。今日はエイプリルフールですが、いつも嘘ばっかりついてるので、今日は嘘をつかない一日を目指したいと思います。よろしくお願いします。しかも誓うじゃなくて目指すだけかTBS ラジオ、伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。まあ、今日のゲストはですね、まあ、お笑い芸人でもあり作家でもある又吉直樹さん、又吉直樹くんなんですけども、はい、なんつったらいいのかな、お笑い芸人がやっぱ文才もあっていろんなご本を書くということはありますけれども、小説書いてそれが芥川賞取っちゃうって、いやーすごいですよね。後にも先にもだよね。別に彼が取ってその先取る人も出そうにないし、想像もつかない。もうそれこそ又吉くんが取る、受賞する寸前まで誰もこんなこと想像してないよね。うんうん、でなんかさ、見た目すげえ暗い人に見えるんだけどさ、はい、あの人サッカーめちゃくちゃうまいんだよね。そうらしいですね。すごいらしいよ。だから機敏に動いてる姿が一切想像できない。想像つかないです。はい、謎の部分がすごい多いんですよ。はい、あと相方どうしてんのっていう。そうですね、綾部さんね。ねえ、ニューヨークにずっとどれぐらい行って、相当長く行ってるでしょ。ねえ、2017年の4月ぐらいからですね。からだよね。どうなったら帰ってくるの？ね、まあ、それは本人ね、又吉くんに聞いてもわかんないかもしれませんけど、この後、又吉直樹くん登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は、金福明太パーク、他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい、知りたい、食べたい、金福明太パーク。出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗、水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、又吉直樹さんは1980年生まれ、大阪府出身の現在39歳。2003年綾部裕二さんとお笑いコンビピースを結成し、バラエティ番組ピカルの定理や笑っていいともなどの出演で全国区の人気を得ました。また2015年には小説火花で第153回芥川龍之介賞を受賞。その後もお笑い芸人として活躍する一方、小説家としても意欲作を次々と発表している又吉直樹さんが本日のゲストです。さあ、ということでスタジオには又吉直樹くんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。なんかね、はい、お笑いはやりづらい世の中ですね。そうですね、今ちょっと、影響はやっぱり仕事ちょっとなくなったり、うん、公演とかライブとかが、うん、なくなってますね。はい、そんな中やっぱ執筆したりするのかしら。執筆する時間は結構あるんで今、うん、はい、割とずっと書いてますね。なんかね、はい、アクリル板の向こうに、はい、でこう又吉くんいるとね、なんか今度はこっちが警察になった感じする。面会。ねえ、なんとなく。そうですね、はい。取り調べを受けてるような感じでもありますね。なりますね、ちょっとね。ええー。さあ、ちょっとそんなか、もう、
何度かお会いしてお話をしてるんですけども、はいはい、僕の中で謎の部分が多くて、はい、ずっと多くて、はいはい、何から聞こうかな。お笑いの目覚めと、はい、物を書く目覚めはどっちが先？お笑いですね。じゃあそのあたりから行きますか。最初お笑いに目覚め、長所をそのあたりから取っていきますか。動機ね。まず動機から確かめていこうと思うけども、はい、ね。お笑い、漠然とお笑い好きになったらどれぐらいですか。小学生の頃なんですけど、うん、なんかこうお笑いに疎かったんですよ、どっちかというと、うん、でもなんかね、文化祭で最初に小学2年生の時やったんですけど、サルカニ合戦ですかね、あれをみんなでやるときに、うん、まあ、僕大阪出身なんですけど、大阪でもみんな標準語で劇やるんですよ、はい、それがなんかちょっとなんか違和感があったんですよ、はい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 、で勝手に頼まれてもないんですけど、うん、全てのセリフを関西弁に直してみたんですよ、ほう、それで僕全然その受けを狙ってとかじゃなくて、うん、なんかそうしたくてしただけなんですけど、で書いてるとその赤ずきんちゃんの後を追ってる狼の場面あるじゃないですか、うん、あそこが長すぎて、うん、無駄やなとか思って、おー、はい、でそこにちょっと当時 CM でよく流れてたなんかその音楽とかっていうのを口ずさんでもらったりして、はい、うん、そういうのを、それも別にね、笑かそうと思ってじゃなくて、あ、そうした方がいいなと思ってやったんですよ。そしたら、はい、なんか本番やってみる、みんなも稽古の時から結構なんか笑いながらやってくれて、うん、で本番やってみると大人がすっごい受けてくれて、それは僕本当に、え、なんで笑ってるんだろうもあったんですけど、なんかすごい気持ちよくて、へー、こういう反応になんねやと思って、そっからなんか毎回そういうのを僕がやるようになったりしてて、そのぐらいのタイミングで吉本新喜劇を見始めてって感じですかね。でもちょっと面白いよね。なんか当たり前のように標準語で教材って書かれてるから、はい、学校の先生もそれでやろうよってことでしょ、はいはいはい、そうすると、なんか怒ってるカニが、何するんですかって、多分嫌なんだろうね。関西人からしたら、ね、大阪の人からしたら、なんか出しづらいとか、はい、感情込めづらい、変なんだね。なんか当時の僕はそう思って、たんですよ、うん、でもみんな当たり前のようにやってたんですけど、うん、言われてみればそうやなと思ったのか、うん、なんかそれですかね。でも感覚的にあれに言ってんじゃない、さんまさんが男女7人出た時に、はいはいはい、なんで恋愛ドラマって全部標準語なんだと、はいはいはい、それで多分あんまりそういう関西弁で恋愛ドラマのど真ん中にしょっていなかったのが、はい、なんか急に生き生きとして面白いもんでしてヒットするあの感じとか、なんかすごいね。それで言って、あ、ここなんかつまんないなっていうか、ま、なんか長いなって思ったところにちょっと足したりするのも、はい、そこで本能的にちょっと目覚めてる。そうですね。そこでなんかその、お芝居のその本をちょっと自分で触ってみると、うん、その吉本新喜劇とかもすごく面白く感じられてきて、で特にすごい寛平さんのことがすごいなんか好きで、多分子供の間ですごい人気あったんですけど、うん、はい、メダカ師匠と寛平師匠が、猿と猫になって戦うくだりがあるんですよ。新喜劇のもう後に僕ら知りますけどね。やってるんですけど、もともと借金取りとお店の人の、ふざけんなお前払えとか、そういうやりとりの中から急に寛平さんが猿になって、で、メダカ師匠が猫になって戦うっていうのが。急に。そのさ、ニャーとかヒーとかじゃないのよ。めちゃくちゃリアルなの。そのものなのよ。猿のなんか歯茎剥き出して怒る感じとか、はい、もう謎ので、長いよね、あのくらいもずっと飽きないんだよね。すごい長くて、でずっと毎週のように見てると、途中一回二人がブワーってこう喧嘩、猿と猫で喧嘩した後に離れて、はい、お互い視線を外す時間とかあるんですよ。それとかもすごいリアルで、だから新喜劇ってよくベタみたいな、いい意味でベタって言われるんですけど、うんうん、あっこだけもうカフカみたいな世界なんですよ。むちゃくちゃシュールな。いつ戻んの、いつ戻んのこれっていう。そういうのでなんかハマっちゃいまして、はい、なんかね、東京にやっぱ寛平さんって伝わってくるのちょっと遅いんですよ、はい、もう、関西では絶好調
だけど俺らあんま知らなくて、はい、で関西から来た知り合いはもう東京の人間は新喜劇目当てかわいそうだよねっつって、はい、今みたいにネットしてるとかがないから、あ、はいはいはい、全く見ることができない、あ、なるほど、でたまに何かで新喜劇を見ると、はい、ベタの繰り返しを知らないから、はい、そんなに来ないんですよ、はいはいはい、だけど寛平師匠がステッキ振り回すとこだけは、はいはいはい、どうかしてる人がいると思って、すごいですね、俺はあれはずっと見てられましたね。すごいですよね。いまだにあの、まあ、あの、老人の格好して杖を振り回すんですけど、はいはいはい、で、この間劇場で、はい、この杖を振り回してるまま幕閉まったらしいんですよ。で、幕閉まってもまだ裏でずっと、杖で、なんかその、暴れてて、で、後輩がみんな、師匠もう終わってますって言ったら、知ってるって言ったまま暴れ続けてたらしいです。なんなんだろう、あの人。でも、全員笑かしたいんでしょうね。なんですよね。だって幕で見えてない奥の話ですよね。そうなんですよ。で、本格的にじゃあ自分がやろうってなってくるの？その後に、やっぱ同級生がみんなダウンタウンさんに夢中になり始めて、うん、それを見て、あ、お笑い芸人っていう職業、うん、なんか若い人もやるんだっていう。うん、そうか、新喜劇から入ってるから。はい、うん。で、なんかそういう深夜番組のお笑いを見るようになって、そっからですね。へぇー、はい。その時はサッカー少年なの？どっち少年なの？サッカー少年です。サッカー少年で、はい。え、なんだろう、作文少年ではないの？作文も好きでした。すげえな。両立するの、なんか僕の中で関西でプロになるほどお笑いもやってて、でいて、しかも物もかけて、そこにサッカーが入ってくるとか全然わかんない。ああ。サッカーだってレベル高かったでしょ？そうです。一応全国大会に行って、はい。だから不思議がられてましたけどね、サッカー部でも浮いてましたし。浮いてましただって全国大会行くサッカー部のみんなはそれほど本読んでる時間がないでしょうよ。でもあ、何ですか？通学？はい。通学の時に読んでましたね。へぇー。その時間を利用して。電車の中とかね。はい。太宰治とか好きなんだもんね。太宰とか芥川とか近代文学を読んでましたね。でも。太宰治と、はい、ね、はい。サッカーが全然俺の中では両立しない。野球だってそうだって。全国大会行く運動部と太宰治、芥川くんが全く同居しない。むちゃくちゃ体育会系なんですよ、実は。しかも、僕の行ってた高校って、その、関西の人とかに言うと、その、特にサッカー部は、何話の男塾みたいな言われ方するような。で、横断幕も、うん、この、何話のど根性って書いてるんですよ。で、それが許される。高校というか、ど根性。誰も疑わない。ど根性と言っていいのはこの高校みたいなところで、100人ぐらい新入部員がいて、うん、で上下関係もすごい厳しかったですし、うん、で、一人ずつ、おはようございますってこう挨拶をしていって、小一下がってやり直しとか、うん、そういうのをもうやってきたんですよ。その人は通学途中に生まれてすいませんはないでしょ。読めたくねえ、ね、生まれてすいませんっていう方じゃないもん。いやでもその時もほぼ僕今と一緒なんですよ。で、それでみんなおはようございますって言っていって、で、失敗するやつとかもいて、で、僕後の方で並んでたんですけど、はい、なんで大きい声出さな怒られるって分かってるこの状況で、やり直しをさせられてるやつがいるんだと、うん。時間の無駄やから一発ででかい声出せやと思いながら、うん、その順番を待ってたんですけど、はい、僕がおはようございますって時に、声出てなさすぎて、先輩がめっちゃ笑ったんですよ。なんか当時から結構、許され目というか。まあ、異質だったんだろう。なんだろう。ある程度さ、かすってないと怒れない。なんか直せないから。はいはいはい。そこが超異質だったんだろう、ね。そうですね。結構だから、先輩とかにもこう、まあ、お前はしゃあないんかな、みたいな感じで。はい。ただ練習あんまりサボらないんで、結構真面目に、やるタイプなんで、割とこのまんまです、だから。高校の、そのサッカー部の友達にも、変わらんなって言われます。サッカー選手になろうとかは思わなかったですか？思わなかったですね。それはやっぱ全然違います。ものが全国なりにやっぱすげえの いるんだ。います、います。え、当たったことある選手ですげえなっていう人ってその時感じた？同い年だった玉田選手とか。はいはいはい、俺でも知ってる、うん、あとちょっと下ですけど大久保選手。そういう人たちはやっぱ違うんだ、もうその時点で。違いましたね。太宰も読んでないし。ダザイも読んでないでしょ、ね、読んでないですよね。どうやったってね。僕がダザイのページをね、めくってる間に多分筋トレやったりしてたんでしょうね。さらに蹴ったりとかしてるんだもんね。はい、だ高校の時に国見と練習試合して、う
で、それの試合に出たんですけど、はい、むちゃくちゃ強くて、体も。速い、強い。で、僕、その自分とマッチメイクした相手のことを覚えてたんですよね。一番サッカー自信があった時で、うん、今誰とやっても割といけるなっていう時に、全く歯が立たないなと思って、あ、こういうやつがプロなるんや。あ、よし、もうこれ、それこそ、本当の意味でサッカー諦められたというか、うん、大学行きながらサッカーやりながらお笑いやるとかもあんのかなと。でもそれはちょっと、どっちかに決めな、不純かなっていう時期に、うん、その試合で、本当に。迷いをダーンっていう、はい。はい、もう絶対無理っていう。で、その、僕の、だから同級生の国見で、絶対にとんでもないプロが出てくると思ってたんですけど、出てこなかったんですよ。あれでも無理なんかと思ったら、後々聞いたら、それが大久保選手やったんですよ。後々、あの、日本代のフォワードになりますけど。はい、じゃあ、彼が諦めさせてくれた。そうですね。で、お会いした時に自分から言うのはちょっと恥ずかしいから、うわ、大久保さんやと思いながら黙ってたら、大久保さんが、又吉さん、北洋ですよね。僕、北洋っていうとこなんですけど、はい、僕行きましたよ、みたいな。うん、その時、被ってますよねつって、だから出てました。あ、うん、実は僕あの試合出てて、つって僕と、あの中盤、真ん中やってたんで、あの、当時中盤やってましたよねって話あって、やってたんですね、みたいになって、で、僕自分の思いを伝えたんですよ、うん。だから、ワールドカップで大久保さんが、その外国人の大きい選手とぶつかってるのを見るだけでちょっと泣きそうになるんですよ、みたいなこと熱く語って、あと一言なんか言われたらもう泣いてしまうっていう時に、はい、大久保さんに、松井さん、あの、鼻くそついてますよって言われて。むちゃくちゃ恥ずかしかったんですけど。相当恥ずかしいですよね。俺、どういう展開になるんだろうと思って、実はっていう、僕も又吉くんのこと覚えてましたよ、パターンか、全く逆の、全然、その、なんつろう、全く眼中にないパターンかと思って、はい、鼻くそついてるパターンですよ。鼻くそついてたみたいです、僕、その時。その展開、ちょっと、芥川賞のパターンわからないわ。これが芥川賞のパターン。違います、それは違います。芥川賞のパターンってないですか？ないですか？そんなのあんならみんな撮ってますから。ないですか？で、まあ吉本行くわ。吉本やっぱ学校入るんでしょ？あ、そう、養成所に行きました。 NSC に。いきなり綾部君と組むん？いえ、最初は中学の同級生と一緒に入って。あ、そのパターンだ。で、コンビ組んでたんですけど、で3年ぐらいやりました。あ、そのこと。はい。で、解散して、綾部も同級生でやってたんですけど、解散してたんで、うん、一緒にやろうってなって、うん、で、ピースになりました。へー。でもピースになったらこんなこと想像もしないでしょ。片やニューヨーク行ってるし、片や芥川賞も取ってるし。そうですね。ニューヨークは全くもうよもうね、想定外ですよね。てか、ニューヨーク行った時点でもびっくりするけど、はい、普通半年か1年ぐらい帰ってきて、はいはい、すごい語学が堪能になってきて、はい、ニューヨークに関することは任せとけの芸人になるじゃない。そうですよね、普通は。奴、うんうん、は何をしているんですか？なんか、スターになりたいっていうのをずっと言ってますね。今もですか？はい。あの、行く時にそういうトンチンカンなことを言ってたのは聞いてましたけど、はい、まんまですか？今も相変わらず言ってるらしくて、はい、しかも、すごい楽しんでるみたいです。ホームシックになることもなく。え、焦りも？はい。それすごいね。すごい。いや、ハートは強いですよ。あと、英語を覚えに行っても2年ぐらいになるんですけど、はい。最近英語は、ハグと握手のタイミングだって言ってるらしいです。でもあんま英語マスターしてないっていう噂だよね。どんなもんなのかちょっとわかんないですけど、うん、そうですね。え、今後どうなってくるピースは？いや、僕は帰ってきたらやりたいんですけど、うん、でも、綾部がニューヨークで何かの間違いで本当にスターになってくれると、うん、面白いなと思うんですけど、なかなかどういう形があるのかが、なんかありますかね、形。でもすごいのは、今悩んでないのすごいよね。すごいです。こんだけ、もう、その、とにかく新しい人って、どんどんお笑いのスパン早くなってるじゃん。はいはいはい。大流行こう、3ヶ月で聞かなくなるっていう。そうですね。誰もパンケーキを食べたがらない。ね、全く。あの、このスピードの中で、みんな不安でいるのに、3年でも大丈夫。大丈夫みたいですね。スターになる可能性はある。ね、さあ、ちょっと一回 CM 挟んで、まだまだ、最新の話をお聞きしたいと思っております。ピースの又吉くん、又吉直樹くんを迎えしております。
マグサ三浦純です。伊藤マグサ成功です。この度東京国立博物館の東洋館だけにフォーカスした音声ガイドができました。その名も東博東洋館見聞録ということでね。なるほど、まあ、マグサのことがね、これを聞いたらよくわかりますよ。そうだよね、うん、そこを謎解いてもらうことと、ぜひぜひ、まあ、おじさん二人がってここには、うん、原稿には書いてあるけど、俺もうおばさんだからそこは言っとくわ。おばさんがいろいろ東洋館のことを見ながら雑談しているという模様を聞いてほしいということです。はい、はい、ということで詳しくはスマートフォンアプリ耳タブで聞いてね。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。法律事務所ホームワン。ホームワンへ借金整理のことで質問が寄せられています。借金の整理をしたらどうなるの？返済は軽くなるの？こんなケースでも借金の整理はできる？解決方法は人それぞれ。ホームワンがあなたの返済する力を診断して最適な借金の整理の仕方を提案します。東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。あららあらら、とろーり甘口文鮮ののりつくだに、あら、あ。生活シーンに合わせてメガネを使い分けていますか？運転やスポーツ、パソコンや読書、あなたの毎日に寄り添って仕事も趣味も快適に。遠近両用メガネのご相談はメガネの板垣へ。メガネの板垣。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。時刻は10時21分です。TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の染井明子さん、お願いします。はい。今日の関東地方は雨の一日です。この時間まだ霧雨程度のところも、この後昼頃から雨足が強まってきます。夕方以降は関東南部を中心に雨足の強まる恐れがあるのでお気をつけください。また夜になると北風も強まってきそうです。ただこの雨は今日だけで、まあ、明日の未明になると止みそうなんです。なので明日は朝から晴れます。関東は先週の木曜日を最後に雨や曇りの日が続いていましたが、明日は1週間ぶりの洗濯日和となりそうです。明日は気温も高く、日中18度前後まで上がるので、明日は短い時間であっという間に洗濯物が乾きそうです。以上です。気象予報士の染井明子さんでした。わはは本舗の柴田理恵です。 TBS ラジオ主催わはは本舗全体公演オートオイラン、今回は日本の伝統芸能をわはは流にアレンジしちゃいます。5月27日から31日まで中野ゼロ大ホールで開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。時刻は10時22分です。TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、この時間首都圏を走る各高速道路は順調に流れています。首都高速道路も目立った渋滞はありませんが、羽田線の下りは大石の手前付近、工事のため少し流れが悪くなっています。お気をつけください。一般道は神奈川県内、国道1号下り神奈川区の新小安2丁目交差点での事故の処理は終わりました。渋滞も解消しています。また小田原の椿ラインは木が倒れているため全線通行止めになっています。埼玉県内は草加市西町を走る市道が通行止めです。トラックの単独事故のため草加市の西町交差点と新堀交差点の間が通行止めになっています。都内は外苑西通りの外回り、渋谷区の神宮前2丁目、乗用車とバイクの事故です。渋滞はありませんが左側1車線が通れません。
その他、水戸街道の上りは青戸八丁目で2キロ半25分です。警視庁から以上です。警視庁の白井京子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時53分頃にお伝えします。中村獅童です。TBS ラジオ主催赤坂大歌舞伎。今年は怪談ボタン道路をお届けいたします。5月5日から24日まで TBS 赤坂アクトシアターで上演。チケットは各プレイガイドで販売中です。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。伊集院光とラジオと又吉直樹と人間と、改めまして、今朝はゲストにお笑い芸人で作家の又吉直樹くんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ネタを書くのと小説書くのの、はい、違うとこと同じとこってどこですか？はい、ネタを書くのはあんまりノート開いて考えるというのはあんまりないかもしれないですね。うん、あ、どっちもないか。同じのと同じとこ。同じとこですね。え、それはプロットメモったりとかはしない？はい、あ、メモったりはします。うん、あ、特に、小説の場合は、うん、ノートに一応設定とか登場人物とかは思いついたのをこうメモっていったりして、コントは割と頭の中で作って後から書くっていうのが多いですかね。ほぼほぼ完成したところで書く感じになるんだ。はい、そうですね。なんだろう、自分の中で、自分のコントはこういうのみたいなのってあるのかしら。割と、ここ何年間はずっと、なんか風景みたいなのを、うん、この、さよなら絶景雑技団っていう、コントライブをずっとやってたんですけど、うん、やってきたんですけど、うん、そこはそのなんとなく日常でも何でもいいんですけど絶景に見えるような場面を一場面コントの中で、ほう、それがすごいバカバカしくてもいいんですけど、なんか作るみたいなのをやってきましたかね。例えば、ちょっとお芝居的なものがあったりだとか、なんか小学校の時に仮にこうなったら嬉しいなっていう妄想みたいなものを実際に舞台上でやるみたいな、うんうん、それぞれが思う、絶景みたいなのをやるっていう、はい。メンバーはそれは誰とか？メンバーはパンサー向井とか、はいはい、サルゴリラ小玉っていう一緒に住んでたやつなんですけど、はいはい、あとしずるライス、うん、井下芳井芳とかですね、うん、へー、小説は、はい。どれぐらい時間かかるもの？かかりますね。結構、どれくらいなんですか？一日、やっぱかけても僕はまだ5枚ぐらいなんですよね。結構スローペース。はい。で、普通、で、3日連続でかけたら、それがこう増えていて30とかになるんですよ。なんかこう。ちょっと加速つく。そうなんですよ。うんうんうん、こう、そこにおる時間が長ければいけるんですけど、こう、入っていくまでに結構時間がかかるというか。うん、だからなんかこう、物語を変えていって、ここ変えたいなと思ったりするとすごい時間かかって、流れで変えてるときは割といけるんですけど。なんかすごいなと思うのは、その、自分もね、小説書きたいと思うことはあるし、かつてあったのね。はい、はい。かつてあったんだけど、なんていうのかな。途中で飽きちゃうというか、それないんです。そういうことってないん？恐怖はありますね、たまに。止まっちゃうんじゃないかって。書けなくなったらどうしようっていうのと、うん、あと、コントとかでも、うん、これ受けんのかなって怖くなるじゃないですか。なる。5分ぐらいのコントでも、これ受けるこれって怖いじゃないですか。小説って半年ぐらいずっと一人で書いてて、これ全て終わりっすよね。だからそれがすごいと思って、たかだかエッセイ一つ書いても、はい、まあ自分のエッセイの真似事書くけど、だんだん書いてるうちに整理整頓していくうちに、はい、これは果たして面白いのかってなるでしょ。はいはいはい、正直なんて今言った通り、はい、何ヶ月がかりで疑い始めた時ってどうする？そうですよ。だからその中で自分で、あ、これはもう最悪、むちゃくちゃ面白くないって言われたとしても、自分としては、いや、これは面白いと言えるもんにしとかないと、
もう持たないですね、心が。それ分か、小説じゃなくても普通にテレビ出てても、今の俺の 100% ではあるっていうか、はい、そのいろんな条件も含めてだけど、はいはい、最終的には俺は真摯にやったっていうことしか、そうですね、なんか、それがないとちょっと立ってられないみたいなところがあるから、はい、そう、クイズ番組で一回もボタン押さないで帰る時の、はい、うまくいかずに帰る時も、でも俺は 100% やって押せなかったんならば許されるけど、はい、みたいなとこがちょっとあるから、はいはいはい、でも今聞いただけでゾッとするね。半年がかりで書いたものに、ちょっとでも疑いがパッてよぎった時の。でね、はい、周りの後輩とかに、ちょっとこのくだりだけ読んでくれとか、聞いてくれって僕が読み聞かせするんですけど、うんうん、みんな、嫌がるんですよね。いや、プレッシャーすごいもん。傷つけたらどうしようって思うから。おそらく、ある程度知ってるから、そうすると、多分、その手応えが欲しくて今俺に言ってんだろうってなると、俺、間違った時、とこで笑ったりもダメだなってなっちゃうもんね。そうですよね。あとなんか途中だけ聞いてもよくわかんねえよみたいな後輩もいますし。そいつ言えるだけタフだけどね。でも今度はね、そうそう、そういうものが映像化されたりするじゃん。はいはい。映像化されるときはどういう気持ちなの？自分の手をちょっと離れていく感じ。すごい嬉しいですね。それはもういいんだ。あの、面白いんですよ。自分は今のところ一人称で、要は主人公の語りで書いてるんで、一人称の視点で見えた世界じゃないですか。で、映像になるとその語り手も含まれるじゃないですか、うんうんうん、それがすごい面白いんですよ。あ、なるほどなとか自分が描いた世界ではあるんですけど、そこに僕はカメラを絶対構えてないんで、なるほど、初めて見る主人公の背中が見えたりするんで、それにはじゃあそうじゃないのにはない、自分の思いと違う動きをしててもいいの、もう逆に。そうですね、今のところでもご一緒させてもらった監督さん、みんな原作を読んでくださって、なんか理解した上でこう作ってくれてるんで、なんか、あ、それは違うのになっていうのはなかったですね。で、そんな中、本当はもう世の中が静かだった、ちゃんと公開直前になる作品があって、そうなんです、今まだ対応が分かんないんで、タイトルは劇場という、劇場ついに、はい、僕の2作目はいなんですけど、はい、それが映像化されまして、うん、はい、で公開が今一旦未定に戻っちゃってるような状態なんで、皆さん自分のペースで行けそうな時にきちんとチェックをしておいていただくぐらいしかちょっと今言いようがないもんね。そうなんですよね。さあ、そしてお家にいる時間も皆さん多いでしょうから、お昼間さんも多いでしょうから、本関係のお知らせをじゃあ安田がしてください。はい、来週の金曜日、エッセイ集東京百景の文庫版が発売されます。また芥川賞受賞作火花の英語版スパークが先月イギリスで刊行されました。これは綾部くんが訳してないですよ。訳してないです。任せられないです。任せられないですよね。はい、ハグのタイミングでは訳せないですもんね。そうですね、どうやったって英語訳、はい。だいぶ薄い3ページぐらいにまとまってしまったんで。だいたいギュッとしたら終わりですからね、ハグはね。はい。これ、どう自分でこうやってイギリスで、その、英語になって出るってどういう気持ち？いや、嬉しいですけどね。どう読まれんねん。しかも、火花って漫才師の話なんで。そうです、そうだ。どうなんだろうと思って。漫才っていうスタイルは多分ない。そうですよね。だからどういう風に読まれるのかなと思って。相談はされるの？こういうニュアンスですけどみたいな。いや、もうお任せしました。割と、なんか、有名な、うん、出版社やったんで。はい。ただ想定、その本の表紙を見て、びっくりしたんですけど、はい、目玉、明るめの目玉焼きが2つ乗ってる想定で、なんか面白いなと思って。もうそれももう任せたと。この信頼ある会社なんだから、はい、それ俺が自分の言うよりもっていうことで任せて、そのあたりは。だから正直、どう思いますかって、はい、見せられた時に、はい、僕笑ってもうたんですよ。もう自分の中では、なんかこの、割と若い頃のしんどい時間とかのことも書いて、出たつもりだったんで、はい、めちゃめちゃカラフルな目玉焼きの表紙やなと思ったんですけども、この笑ってるっていうのがすごくいいなと思って、へー面白いですねつってそれになったんですけど。でもなんかちょっと気になるね、またもしかしたらイギリスで受けたりとかすると。そうですね、読んでいただきたいですけど ね、 ね、でイギリスでも映画化したりして、はい、そこに綾部が間に合うかと思います。
通行人でも何でもいいですけど、ね、間に合うかどうかっていうどの役で、ね、どの役なんでしょうね。さあさらには、はい、そして毎日新聞夕刊で連載されていた長編小説人間も現在好評発売中となっています。ねえ、はい、まあ長編小説ってどれぐらいからを挑戦、はい、長編っていうの？なんか350以上なんですかね。火花でも230枚、うん、原稿用紙で言うとあったん で、はい、で劇場が300枚で今回は多分400枚以上あるんですかね。これ連載って、はい、どれぐらいかな、全部か書いたのを切るんじゃなくて書いてるの、ずっといろんなスタイルあるらしいんですけど、うん、僕はもう3日後の原稿内みたいな感じで書いてました。でも僕最近それが面白いんだって思うようになってきて、はいはい、その又吉君にも出てもらった100分で名著っていう番組で、はいはいはい、僕は逆にああいう小説とかを読むのが苦手な人だったから、はい、あそこでいろんなもんに出会うとなんかその締め切りに追われてるみたいことがめちゃめちゃ面白くなる、はい、あそうですねっていうのはすごく感じるんですけど、はい、なんか余裕がありすぎるとこれ書かんとこうとか、自分が一番怖なところやからちょっと恥さらすことになるから、同じくらい面白いことで別の何かがあるだろうみたいになるところが、うん、切羽詰まってると、うん、もうなんかどんどん出していってしまうみたいなのもあって、追い詰められてるの逆に自分の その時に思いついたすげえやつで、はい、次また追い詰められたりするの。あ、そうですね、そこで書いて、うん、それを次の日また受けていかんとダメですもんね。そうです、変な展開してもやっぱり昨日のなしでとはできないんで、それを力ず技で紡いでいくときに、はい、多分すごい人って 120% 出たりとかするんでしょうね、はいはい、そうですね、だからライブっぽいですね、なんか誰かが言ったことにこう反応していくみたいな、ね、はい、それが最後そのまとめて出すときに、まあ問題なきゃこのエネルギーすげえなってなりゃそのまま落ちるっていう、ちょうど今その100分で名著っていうところで、はい、ピノキオを取り扱ったんですけど、はいはい、ピノキオの作者の人ってちょっと予告編になって宣伝っぽくなるんだけど、ピノキオの作者の人ってダメ人間すぎて、はい、あの連載の途中で借金返し終わったから辞めたいってなっちゃって、突然ピノキオは首を吊って死にましたって一旦終わってるんですあ、そうなんですか。それでファンレターがいっぱい来て、子供から、はいはい、かわいそうだから生き返らせてっつって、はいはい、生き返りましたっつって、また何かしてんですけど、後で読むとその自由さがめちゃめちゃ面白いみたいな、なんかその辺はなんかちょっとネタも似てるじゃないですか、思い通りいかない時のなんか力技で戻したやつがすごい面白い、ね、はいはいはい、予定調和じゃない何かがなんか出た時の方が、ね、それが面白いですよね。さあ最後に夢や野望、今後そうですね、なかなかイメージしにくいんですけど、やっぱりその相方がニューヨークにいるんで、なんかね、ニューヨークの相方とピースの夢か描きづらいとこありますよね。そうなんですよ、どっちかが爆発的にこっから売れないと一緒に仕事できないですよね、多分それから綾部がもう帰ってくるからですよね。でも綾部くんのそのヤバさは、はい、行く可能性ある。そうなんですよ、僕はそっちを望んでて、あんまり相方のなんか失敗を望みたくないんで、できれば綾部がスターになって、もう本当にボディーガードをつけて日本に帰ってきてもらって、なんかトークライブとかやるときも、なんか、なんていうんですか、僕と格差が生まれてるみたいな。なんかそういうことをできたら面白いですけどね。あとはプライベートの夢とかも。プライベートで言うと。てか、プライベート何してるの？その俺一回下北歩いてるの見たことあって。はい、ああ、僕ご挨拶しました。そう、はいはい、してもらって。私も下北の古着屋さんでこう、奥を見てらっしゃるの何回か。ね、風景に溶け込んでるよね。あれ、あの人芥川賞取った人だなって思ったけど。空気に溶け込んでるんだけど。いやー、もう本読むのと今はもう映画、すごい見てますね。やっぱり家にいることが多く、あんまり出歩いてないんで、うん、はい、あとはもう仕事してって感じですね。これやりたいはないんですか、せっかくだから。プライベートで。プライベートですか。あ、美味しいカレーを作れるようになりたいっていうのと、なりたいんだ、あと美味しいなんかお酒とかを作れるようになりたいんですよ。作りたい、はい、今までずっとこうネタを書いたり小説文章を書いて人が笑ってくれるかなとか、うん、
なんか面白がってくれるかなでやってきたじゃないですか。だから間に作品を返してるじゃないですか、うん、料理とかお酒って直接人の体に入っていけるじゃないですか。面白い考え方だな。だからこう内部からこうせなんか攻めてみたいっていうのがあって、うわーなんかカレーってできそうだよねすげえ楽しくなった後ちょっと悲しくなるような配合してやりたいよね。なんかそういうの作ってみたいんですよね。うわなんか面白い。やっぱなんか、ね、全然他の人と違う。いやそんなことないですけど、うん、自分の思ってなんか東京の人間ってまず関西と大くくりにしたいですよ。大きくくったりするけど、はいはいはい、それにも入ってないし、下手じゃ吉本っていうのもくくってる気がするんだけどそれとも違うし謎の人です、ということで、今日のゲスト、お笑い芸人で作家の又吉直樹さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。防災ワンポイントメモ。大地震の後、ガスが止まることがあります。復旧に時間がかかることもあります。カセットコンロやガスボンベを用意しておきましょう。毎月1日は防災ラジオの日。TBS ラジオからのお知らせでした。ラジオをお聞きの皆さん、石田純一です。年齢を重ねて、こんなことを思ったことはありませんか？自分にもしもの時、残された家族にお金の苦労はかけたくない。葬儀費用くらい自分で用意しておきたいって。そんなあなたにおすすめなのが、葬儀費用を準備できるメモリードライフの葬儀保険。葬儀の費用をサポートする保険です。そして保険料もお手頃。100万円保証コースなら60歳女性で月にするとおよそ662円。これならご自分で払っていけますよね。89歳までお申し込みできます。今からでも大丈夫。メモリードライフの葬儀保険。資料のご請求は電話一本 0120-244-888 244-888 メモリードライフ。入れ歯でお悩みの方、インプラントで実績のある絹確かは中央線西八王子駅前0120-221-222-221-222。タヌキの反対、キヌタで覚えてくださいね。インプラントのキヌタしか。朝8時30分から放送中の伊集院光とラジオとの中で、月に1回月曜日にお送りしている1万歳のお言葉では、出演してくれる人生の先輩方を募集しています。こんな経験をした、こんな体験を伝えたいという方はメールアドレス ij@tbs.co.jp、 おはがきは郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと1万歳のお言葉係までご連絡ください。毎日の暮らしに潤いを届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は小林作家さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はメーカー本決算につきお買い得まとめ買いのチャンスです。伊藤園30品目野菜ジュースを 50% オフの特別価格でご紹介します。半額。はい、現代人はとかく野菜不足と言われています。厚生労働省では健康増進の観点から成人で1日あたり 350g 以上の野菜を摂ることを推奨していますが、まあ、日常の食生活で実践するのはなかなか大変な量ですよね。そこでおすすめなのが大手メーカー伊藤園の通販限定ブランド健康体シリーズで人気の30品目野菜ジュースです。一缶 160g の飲み切りサイズで、この中に人参、トマト、ほうれん草、ケールにモロヘイヤなど30品目の野菜が1日の摂取目標である 350g 分使われています。しかも香料などの添加物は一切使用していません。ぜひお召し上がりください。すごいね、その160g、いわゆるちっちゃいちっちゃい缶なんだよ、はい、この中にぎっしり入ってんの。コンパクトな缶なんですけれども30品目ぎっしりです。いただきます。はい、いただきます。うん、あー濃い、うん、それから自然な甘さ。そうなんですよね、野菜由来の甘みをぐぐっと引き出しているんですけれども、うん、美味しいですよね。美味しい、うん、
この美味しさの理由は人参にあります。こちらの人参特別なんです。色が赤いことから漢字で朱色の朱に衣と書く朱衣という人参を使用しているんですね。まあ、文字通り色が鮮やかでとても美しいですよね。この朱衣は野菜ジュースに最も適したものをと10年がかりで選び抜かれた伊藤園専用の人参なんです。はい、一般的な人参に比べてベータカロテンがおよそ 1.5 倍と栄養成分が高く甘みが強いのが特徴です。そしてこの人参そのものも美味しいんですが、製法にもこだわりがあります。さらに茹でてピューレ状にしてから絞る伊藤園の特許製法、ナチュラルスイート製法を採用しています。青臭さやアクを抑え甘みを際立たせています。しかもベータカロテンの吸収率もアップしています。そのままはもちろんですが、コンソメをちょっと加えて野菜スープにしても美味しいですし、またパスタなどいろいろなお料理にお使いいただけます。今日野菜スープご用意しています。ちょっとパセリを散らしてありますけれども、はい、いただきます。いただきます。うわー、うん、これ美味しい、優しい味だな。え、これ温めただけですか？そうなんですよ、温めてちょっとコンソメ加えて上にちょっとパセリ、これだけで。そんな簡単にできるんだ。そうなんですよね。簡単にできて栄養も取れて嬉しいですよね。なんかね、プロフェッショナルの味するよ。なんか複雑なね、あれですよ。すごい、いろんな旨味が、温めることでちょっと活性化する感じ。そうですね。でも青臭さが全然ないんですね。すごく飲みやすいですよね。今回は1ケース30缶入りが2ケース、合計60缶セットです。TBS ショッピング通常価格ですと税込み 11,960円ですが、4月はメーカーの本決算につき特別価格が実現しました。伊藤園30品目野菜ジュース60缶セットは半額 50% オフのメーカー本決算特別価格税込み5,980円です。ただしこちら4月13日までの期間限定です。これを過ぎてしまいますと30巻で5,980円となります。店頭では手に入らない通販限定ブランドのプレミアムな野菜ジュースが1本あたり100円以下です。別途送料を頂戴いたします。そして倍の120缶セットですと期間限定で税込み 11,960円です。さらにこちらは送料無料とさせていただきます。賞味期間は2年ありますので、この機会にまとめ買いもおすすめです。お申し込みはフリーダイヤル0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。そしてただいま TBS ショッピングでは春のクーポン祭りを開催中です。明日4月2日までに本日ご紹介した商品をお買い上げの方全員に次回使える 10% オフクーポンを差し上げます。 TBS ラジオショッピングでした。なんかあまりにうまいんでさ、はい、ずっとこういろんなデータを読んでもらってる間もさ、いろんなスピードで飲んでみて、ゆっくり舌の上で味わうと何味立つかなとか、はい、結構複雑なこの旨味が、はい、本当に本格的なスープになりますよね。美味しいもん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。あなたの財布に入っているクレジットカードから現金が返金されるかもしれません。なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻ってくるのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10代表は法務大臣認定司法書士田中修平。大きやらあめん、おいしさいっぱい。大きやらあめん、笑顔もいっぱい。北関東、長野、新潟エリアでおいしいエリア拡大中。おすすめおいしい味噌ラーメン、食べてみて。みんな大好き大きやらあめん。松崎しげるです。横材木店は毎日笑顔で働ける場所、そしてお客様に笑顔を、地域貢献を目指し創業100年へカウントダウン、一緒に進んでいこうぜ。詳しくは横材木店採用で検索。横材木店。 TBS ラジオでは2021年度新卒採用の応募を受け付けています。ラジオが大好きなあなた、進化し続けるラジオの世界で活躍しませんか？
応募条件など詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。TBS ラジオ伊集院光とラジオとおっちょこちょい話安田コレクション。さあ実はファンが多いという安田コレクションなんですけども、あしょい、まあ、おっちょこちょい話時間短いんだけどすごいの来てるんでもういきなりこれいくわ。はい、町田市ラジオネームシグさん43歳男性の方、ありがとうございます。とあるハリウッド大作映画の日本語吹き替えを、はい、私の大好きな芸能人が担当しているということで、ほうほう、映画館まで見に行きました。うん、始まってから30分ぐらい経ってようやく目当てのキャラが登場。うん、ただなんか変、うん、うん、思ってたのと声が違う、え、ってなって、はい、他のキャラなのかな、時間間違えたのかな、あ、映画間違えたのかな、あ、はいはい、もしくは役作りで無理してこんな裏声を出してるのかな、はい、などいろんなパターンを頭に巡らせようやく気づきました、うんうん、はあ、私今字幕版見てる、すごくない、字幕版30分間英語で普通に字幕版をずーっと見てる。そのもう、早く早く私の、これすごくない？すごい。ちょっと来たよね。ちょっと、これ、ただ泣くはないって、なんか、判定を、判定をお願いします。ポチッとな！金賞！これ特賞にしたい。金賞の上ちょっと行きそうな感じだけど、いやー、ただ、なんかありそうなんだよね。確かに。はぁだって。はぁじゃないよ。はぁじゃないだろうっていう。うわうわうわ。次回はもっと軽いのか、軽いのを、お待ちしております。50歳過ぎたあたりから肩が痛くてね、洗濯物を干すのにも一苦労するとか、まあ腰が重だるくて台所に立つのが辛い。まあ膝が曲げづらくて拭き掃除がしんどい、まあそういう痛みにお悩みの方、まあ我々の世代多くなってきてますよ。まあ肩、腰、膝など体のあちこちが痛いと家事もはかどらないですよ。もう年だからねと諦めたりしないで、再春館製薬所の通産湯をお試しになってませんか。5つの生薬を配合した通産湯は肩や腰の辛い痛みをはじめ節々の痛みや神経痛の痛みを徐々に緩和します。まずは無料の試供薬からお試しくださいね。送料も無料でお届けいたします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-305-305 0120-305-305 朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。通産湯は指定第2類薬品、薬剤師登録販売者にご相談の上使用上の注意をよく読んでお使いください。最春館製薬所からのお知らせでした。法律事務所ホームワン、債務整理はお任せを、法律事務所ホームワン。いただきます、おいしいね、愛に満ち愛されるスーパーロピア。ロピアで始まるから、試食生活ラブラブロピア、楽しく感動できるスーパーロピア。ロピア。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい、お伝えします。日銀が発表した3月の短観企業短期経済観測調査によりますと、足元の景気が良いと見る企業の割合から悪いと見る企業の割合を引いた業況判断指数が大企業の製造業で前回去年12月の調査から8ポイント落ちてマイナス8となりました。指数が悪化するのは5四半期連続、マイナスになるのは2013年3月以来7年ぶりのことで、新型コロナウイルスの感染拡大が経済活動を直撃した形です。で、大企業製造業では3ヶ月後の見通しについてもマイナス11とさらに落ち込むことが予想されています。一方、非製造業も宿泊・飲食サービスの指数がマイナス59と大きく落ち込んでいて、日本経済の悪化が鮮明になっています。フランス保健省は31日、新型コロナウイルスによる国内の死者が前の日からおよそ500人増えて、およそ3500人になったと発表しました。
またアメリカのジョンズ・ホプキンス大学によりますと、アメリカの死者もおよそ3700人になり、ともに中国のおよそ3300人を上回ってイタリアやスペインに次ぐ数に達しています。一方、全世界の感染者数はおよそ85万人に上り、うちアメリカが18万人以上と、すでに中国やイタリアを上回って世界で最も多くなっています。こうした中、ロシアのプーチン大統領と1週間ほど前に接触していた医師が新型コロナウイルスに感染していたことが分かりました。感染していたのはモスクワにある病院で新型コロナウイルスの患者の治療を指導してきたプロツェンコ院長で、先月24日プーチン大統領が病院を視察した際にマスクをせず案内役を務めていました。プーチン大統領の体調についてペスコフ大統領報道官は、大統領は定期的に検査を受けている、健康だと述べて、プーチン大統領は感染していないと主張しています。北朝鮮が相次いで飛翔体を発射した問題で、31日国連安全保障理事会の緊急会合が非公開のビデオ会議形式で開かれ、イギリス、ドイツなどヨーロッパの理事国6カ国が発射を非難する声明を出しました。一方でアメリカは共同声明には加わらず、安保理として一致した対応を取ることはできませんでした。会合では安保理北朝鮮制裁委員会の議長国ドイツが、新型コロナウイルス対策で国際社会が人道支援をしているにもかかわらず、北朝鮮が核・ミサイル開発を優先していることは残念だと指摘し、北朝鮮側の支援受け入れ体制は透明性に欠けると訴えました。以上、ニュースをお伝えしました。ニュースデスクの中村久人さんでした。声優の徳井空です。音声ガイドアプリミミタブで徳井空のオカルト探検クラブが好評配信中。月刊ムーン編集長の三上武春さんを助っ人に迎え、関東のオカルトスポットを大紹介。未知との遭遇へ出発進行。時刻は10時55分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、この時間も首都圏を走る各高速道路は順調です。首都高速道路は3号線の下り、用賀付近にトラックが止まっています。左側です。少し流れが悪くなっています。お気をつけください。埼玉県内は草加市西町交差点付近、市道が通行止め続いています。この影響で草加バイパスは西町交差点で上り線が1キロ半、下りは500メートルの渋滞です。都内は外苑西通りの外回り、渋谷区の神宮前2丁目で乗用車とバイクの事故処理が続いています。左側1車線が通れません。警視庁から以上です。警視庁の白井京子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分頃、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV は、ドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。さあ、エンディングです。今日の山崎賞ですが、牛の乳搾りのおもちゃ、ミルクモーモー。はい。毎日子供と遊ぶ日々さんには、美味しさと品質の山崎から、デザートギフト果樹園発と、一口羊羹の詰め合わせをセットにして、山崎からプレゼントいたします。ミルクモーモー懐かしいっていう人多いみたいで、いっぱいメールもいただきましたし、はい、あとインターネットのサイトがやっぱかなりプレミアついてて、はあ、子供の頃欲しかったっていう人はちょっと高くてもオークションで落としたりするんだろうね。ねえ、はい、はい、さあ明日のゲスト、はい、明日のゲストは俳優の国村淳さん。はい、怖い役多くてさ、いや私日本で一番こうこわもての役者さんだなと思います。全、ね、裸監督の役柄がまあ怖いんですけど、あの柴田理恵さんが言うには、はい、とても本人お優しい方ですよっつって。あ、そうなんですね。超優しいから楽しみっつってましたんで。明日もこのアクリル板あるんですよね。あ、もう完全に面会だよね。そうですよね。完全に面会で、留守中のおじきに俺が何か聞きに来たんだろうな。もしくは俺が捕まってるんだけども、簡単に吐くなよっていう話を向こうがしに来てる、まあ設定になるよね。
そういうことになるよね。見せたいよ、ラジオだけど、みんなにこの感じ。ねえ。まあ、今日もいろいろ、まあ、やってみてること、新たにやってみてることがあって、まあ、皆さんもいろいろ違和感を感じられることもあるかとは思うんですけども、それでもね、より安全により楽しい番組をお伝えできるように頑張っていきたいと、思っております。はい、でもさっきの字幕のやつがもう衝撃でさ、でもちょっとわかるのってさ、はい、例えばスターウォーズをさ、字幕で見るじゃん。はい、うん、字幕で見た回にさ、友達と話すときにさ、あのさ、レイヤ姫のセリフよかったよね。うん、助けて、オビアン・ケノービー、あなただけが頼りって、こんなこと言ってないだって、字幕なんだから。そうですよね。今の演技は、なんだかわかんないけど、うん、俺が作り出して、俺が頭の中で言っちゃってる声なわけじゃんか。うん、ね、だからなんか、実は、こう脳みその中で今私は英語を聞いて日本語の字幕と合わせてるのかどうかなんていう冷静な判断は浮かれてれば浮かれてるほどなくなってるわけだから、うん、なくはないんだけれども、あのレベルのメールはそうそう来ないですから、簡単なの全然送っていただいて構いませんので、ねね、よろしくお願いします。てなわけで、この時間のお相手は安田美香と伊集院光でした。喉に違和感があったら、喉直接潤う、龍角散ダイレクト。第3類医薬品です。5本といえば、龍角散が11時をお知らせします。